虫太郎完全犯罪1教文の断片凝族共産軍このシナ全土の唯一の規律ある兵団は正確に言うと中華ソビエト共和国正域正規軍となるが 筆者は便宜上城・病族共産軍の名で呼ぶことにするもちろん軍の主体が聖域のイヴァン病族であることは言うまでもないがこの異彩ある赤軍組織は起因を千年の雲南奥地大地震に発しているその時一番被害の甚だしかった炉香上流病族の一部が高地を失って大不老団と化しはるばる インドシナ国境に近いマリツの辺りまで流れてきたその時ソビエトの触手が伸びたのであったところがこの秒族軍はまず各所のゲリラ戦的将兵団を合わせて雲南における十数度の戦闘に勝利を占め堂々四川の小座を越えたそうしてヨ子スの南岸を塗りつぶしてしまった頃にはすでに押しも押されもせぬ 革命政府の実質が備わっていたのであった。ワシリー・ザロフ。この若い指揮官の名を除いては、病族軍の何事も論ずることはできない。全く劣質の姓を率いて奇跡に近い勝利を続けているのが彼である。しかし、本編の彼は拡大鏡を手にしているのだけれども、それが決して偶然でないというのは、 次に記す彼の略歴によって明らかであると思うウズベクユダヤの雑種である彼の戦闘経歴はクバン平原の戦闘に参加した17の年から始まっているけれども彼が本領を発揮したのはむしろ社会主義連邦完成以後のことであってモスクワ大学の理科を終え畑違いの知恵化に投じたのがそもそもである クルナコフの科学に培われた彼はすくすく英法を表して瞬く間に知恵化の行進である GPU の脳髄と言われるまでになった彼が扱ったのは主に政治警察不退の殺人事件であってプラウダ氏の幹部8人を独害した全 SL 党の残党ミハイロフ事件モスクワ・スズメガオカにおける反幹部派三挙党会合を暴露した ウハノフ射殺事件フランス人シニョレの女秘書毒殺から発覚した有名な産業同盟大検挙などが彼を散々たらしめたところの大事件であったその他検事総長クルイレンコの痕跡によって一般の殺人事件を解決した数もおそらく彼の年齢以上40に近かったであろうししかし最近になって ようやく彼は陰惨な秘密警察生活に倦怠を感じ始めかつてコロニコフと戦った南部コーカサスの著明な青空を憧れるようになった今に腐ってしまうぞそういう生活の転向を求める心がついに彼をリビアンカ広場から借り出して南シナに走らせたそして東洋後に専念した平和な三年を上海で送ったのであったが 今年に入ると突然秒族赤軍指揮の指令が下って彼は再び第三インターナショナルの拡大計画に参加しなければならなくなったのであるさて1938年5月11日十1万2000砲200航空機5台を備えた黄色い歯の悪魔がいよいよ小酒を犯して 湖南の生誕にあたる8,000歳に侵入したというのがそもそも本編の開幕であるそして筆者は8,000歳の神秘といわれる異人館に起こった世にも不思議な殺人事件のことをつづろうとする8,000歳の街路は祭礼日のように喧騒を極めていた 靴病の行進放射の仕切り走行自動車の爆音とそれにやっと売兵軍の劣悪な兵室から解放された先住民たちの歓喜の合唱だが街道から1キロほど離れて新んとしたしじの中をコトンコトンとローレル夫人の松葉杖が単調な音を立てる背後で指揮官ザロクの拍車が軽やかになった。 ザロフは夫人の案内で部屋塀を見歩くうちに豪奢な浴槽や趣味豊かな書斎がこんな南シナの奥地にあるのを知ったそれ以上に彼の目を見張らせたのは千年一人娘の夫人を残して8,000歳の土と化したオックスフォードの人類学者ヒュー・ローレル教授の研究設備である中にも解剖学研究室は 一流大学のそれに匹敵するほど本格的なものであった全く神話ですなこんな僻地に文明の精髄が埋没しているなんてと思わず発したザロフの誕生に夫人は回転の鈍い機械のような調子で答えた父は秀敵教の原人骨発掘に余生の全部を捧げる決心でおりましたそれで リーズの研究所をそのまま移したのでございます。司令部に選ばれた八千歳の偉人屋敷。クズとベネチアンシャッターで囲まれ、塗料が剥げ落ちていて、見かけは古めかしい英国風の箱作りであるが、中には地下室と自家用の消発天気をのけても二重に余る部屋があり、雨漏りの染み一つない天井には、太い菓子の角材が、 大鋸のような骨格を張っていた部屋部屋の戸にはそれぞれのさまざまな花が浮き彫りになっていてそれは今でも教授の聖地であるアバージン地方に残っている天下な貴族趣味の一つだったザロフは金がれからこの8,000歳のことを耳にしていた蛍光三階と将校の支流に挟まれて十いくつかの浅い泥沼を背にした貧しい部落のことを。 洞天の西風の日にはぬるっとした湿気を含んで生臭いような生暖かさで吐き気を催させるようなガスが沼の方から襲ってきてそれが部落の人々をカラスの肉でも煮るかのような悪臭で包んでしまうのだがさて風が東に変わると今度は武陵さながらのの戦況に化してしてまうのをそれから教授が死に発掘隊が解散した後も 10年の青春を8,000歳に埋めて不思議な孤独生活を送っている幼いエリザベス・ローレルの子供。それらが皆彼から到底離れ難い必要な記憶だったのだそれにごく最近になってから「夫人」と呼ばれている彼女がその実未だに処女を失っていない籠城であるということや 輝ける学徒の一人として緑寒熱の病原菌を発見した功績などを彼は知ったのであったところがローレル夫人の実物はザロフがかつて耳にした風文以上に陰酸な存在だった345といえば皮膚から売れすぎた果物のような方向を放つ年頃だが肝心な肉に改良といった感じのない古い象牙のような硬さである 額が抜け上がって輪郭の小さい開口色の屍色をした顔にはそこに眼球のある黒い穴だけが見えてのっぺらとどこにも突起らしいものがないところはちょうど水族館で暗い奥の方からヌーっと出てきてガラス窓にちょっと鼻先を触れる魚の顔のあれだその一見して40を超えて見えるしぼんだ小柄の肉塊が レースのついた旧式な黒いドレスをまとい不自由な右足を松葉杖で支えていた一渡り巡視を終えるとザロフは軍のスタッフを夫人に紹介した冒頭に引き合わされた四十みの雲南人は政治部長のホーキリンホ彭の革命経歴は安南大学鉱山科在学中に発していて 1927年ハイファンの暴動では追放を受け今度も秒俗不老団の赤軍改編を実現させた異嚴者であるがその風貌はスコブル大陸的でまず小病の武人像と思えば間違いはないその次が縁の厚い眼鏡をかけて情熱的な瞳を持ったエルスク生まれの軍医ピオトル・ヤンシンそれから日本士官学校での若い 南京政府反逆将校が2人1人のいかにも青函らしいちょうど灯籠のような要望をした男は王採択という空港司令もう一人のタンクで滑稽な髭をつけた方は砲兵司令の楊千博だったいずれも服装の統一に困難だと見えて中でも王と楊は奇抜な悠久服としか見えぬダライ・ラマのこのえ儀仗服を着ていた 4人の中でも夫人のエンジン壁を伝え聞いているものは単に手のひらを触れ合わせるだけの仕草をしたに過ぎなかったただヤンシンだけが瞬間にショックを受けたような目つきになって異様な先導を全身に表したが後で聞いてみると彼はいきなり真剣になって君ね死後体温がわずかに残っている死体に触ったことがあるかね あの手が生きていてちょうどそうなんだよと答えたそれほど夫人の手のひらは生理的にも無感動だったのであるこういう夫人の不気味な傾向には後で茶に招いたザロフもまた悩まされた滞在した正面に凍った仮面のような顔がいつまでも静止しているのを見ると 困難な動物を手がけなければならない訓練士になったような気がするのだがしかし世災にたけた彼は懸命に話の糸口を見いだしては巧みに弾ませるのでそれにつられて婦人の唇がようやく動いてきたそのうちこロかげんな潮時を見計らって時に物質家なお尋ねのようですが、とザロフは突然改まって切り出した。 ねえ奥さんあなたの青春を葬った墓を僕に暴かせていただけるでしょうねこんな不可解極まる隠遁生活ってまるで罪合妄想患者の苦行としか思われないじゃありませんかもちろんこれには司祭がございますわ夫人は鎮痛な面持ちでうなずいたしかしそれを恋愛犯罪 信仰などという見当で解釈したらそれこそ大変な間違いですわ。実を申しますとその原因が私個人の事情によるものではないということだけは分かっているのですがさてなぜそうしなくてはならぬかと聞かれる段になると私には父からお聞きくださいというよりお答えのしようがございませんの。 というのは父の意志が私を固くこの土地に縛りつけてしまったからですそして父はその秘密をとうとう墓の中へ持っていってしまいましたそれをもっと詳しくお話しいたしましょうちょうど私が24の夏で。 ストックホルムのカロリンカ医大を出た年のことでございましたご先行はザロフがちょっと口を挟んだ最近学でしたがでも父に叱られさえしなければおそらくは女だてらにない法医学に走っていたでしょうですから暇さえあるとエックマン先生を兆候に参りましたし フローリン教授が夫人に毒殺されて一時、権き嫌疑が論的のマンネル教授にかかった時なども私のちょっとした助言が意外な役に立ったことがございましたこの一言が講談に現れる殺人事件においてザロフに論争者を意識させ彼をひどく心理的に圧迫している火花のような推論と冷ややかな批判的態度 この対局がほとんど終局間際まで続いたのだったけれどもザロフは彼一流の華やかな饒舌が終わった後には決まって夫人の唇をむしろ強打に近い感情で盗み見るのであったそれから夫人は前の続きに戻って「その時父に招かれて私は初めて8,000歳を踏んだのでしたがおそらく それが宿命だったのでしょう。着いた三日目に起こった父の急死がもとで、私の果てしない墜落が始まりました。すると、ローレル教授の死因は傭兵どもの反乱ですかそれとも土肥ですかいいえ。とかぶりを振って、もっとも、 この家の外角にある無数の弾痕を見ればお分かりでしょうが、父は同化策を取らなかったので、傭兵どもには非常に悪い感情を持たれていました。ところが私の代になると、私が彼らにとってかけがえのない医者であるゆえんか。今度は帰って向こうの方から略奪品の剣道に来るんですよ。と軽く笑ったが、不意に視線を落として、 実は毒蛇にかまれたのですそしてその時から私は不可解な無抵抗を強いられて残酷な運命の祭壇に任せなければならなくなりました生体の埋葬をですわでは遺言か何かですねそうです 臨終の間際に父がしきりと右手を動かしますので私は試みに紙と鉛筆をあてがってみましたするとまさに消えゆこうとする父の意志が絶え絶えな文字をそれは見るも痛ましい努力で連ねていくのですと言いますとこういうのです 八千歳から一歩も踏み出してはならん。こ国はおろか、信濃どんな都会でも、仮にも教会が存在する土地では、お前には人かけの土地も与えてはくれんぞ。フックスが俺から離れた。もう絶望だ。と書いて少したつと、クリーム色の封筒と書きかけましたが、 その時父の心臓が停止したのでしたそう言って夫人はスーッと頬をしぼめた広い額と鼻の尖りのほかは一斉に暗い影の中へ沈んでいくとにかく私に与えた父の戒律がこれだったのです内容は少しも分かりませんでしたけれど 私にとって愛と信頼の全部だった父の言葉は寸言を疑う気にはなれませんでしたそれで隊員が死産した後の10年はまあなんとか狂人にもならず墓穴のような暗い生活を続けてまいりましたでもそういう悲しい諦めを得るまでに私は どれほどの苦痛と戦ったことでしょうすると今おっしゃったフックスという人が遺言の秘密を知っているというわけですな多分そうらしいのですマワリ生まれの父の助手で私とは幼なじみでしたが私がここへ来る途中上海の埠頭であった時には妙な霊障を浴びせただけで いいにそっぽを向いてしまいましままた。父との間に何かいさかいがあったのですわところが帰国して間もなくあの人は死んでしまったのです原因不明の熱病といいますから多分緑寒熱だったのでしょうあのフード病は潜伏期が3つきもありますからねそれからクリーム色の封筒というのは それも最初のうちは消せなかったのでしたが、やっとそれにあたるものを父の所持品の中から見つけ出しました。封筒の中には一枚の教文が入っているのです。ただいまお目にかけましょう。夫人は胸隠しからそれを取り出した。教文の断片というのは相当年代を経たものと見え、黄色い字がほとんど文字の色と同じ程度に変色している。 それに現れた木版字は次のような「漢無量儒教」の一節だったそれを見つめているザロフの顔面にはみるみる真剣な神経が浮かび上がってきた「私なんとなくこれが暗号のように思われてなりませんの」 ザロフの表情の変化と符合したように夫人が言った「ですけど私にはあいにくと文字力がございませんので」ザロフが面影にうなずくと「その時牛舎らしいわちのきしりが生涯から聞こえてきた」と「得体のわからない他人数のわめき声がそれは未解人が往々感情の高騰に際して発するところの あの間の抜けた歌謡的な歓声が軍兵どものたむろしている方面からどっと一斉に上がる行ってみましょうザロフは布人を促した玄関に出てみると夫人は両目を見張ったまま思わず棒立ちになった先人であるというのになんとありうべからざる光景であろう水牛の引く3台の滅車には 妙麗な中国夫人がぎっしりすし詰めになっている車が止まって甲高い強制とともにぞろぞろ降り立ってくるとぐるりを囲んだ兵士たちの疲労した目がわずかに念撃的な潤いを帯び肩に水牛の呼吸のような波動が高く低く弾んでいくあれを見れば我が軍旗の厳正な理由にガテンがいったでしょうザロフは と笑った。と申しますと分かりませんかあれは僕らにとると一種の食料庫なのです官能が空腹を感じた時に与える食料を尊敬すべき女性たちの同士が生産してくれるんですよしかし古い道徳から言えばみだらな家畜かもしれませんがねとその時 夫人の驚きがもう一つ加えられた二人が会話しているうちにいつの間に現れたのか一人の白人夫人がリタニタ臆面のない笑いを投げかけながら近づいてくるその夫人は荒めな半家服を着て年の頃2 6七であるが厚いエンジ色の唇と真っ黒な瞳それから黄ばんだ白目やや膨らみすぎる小鼻と揃ったところは 髪が甘い色でさえなければ紛れもなくジプシーであるしかし肩幅が不均衡に広く骨太で太い胴体が寸胴で全体に曲線が乏しいところを見るとあるいはウクライナ辺りの百姓女かなとも思われるのであったこの人は私たち士官だけの友達ですヘッダさんさあご挨拶したらザロフは 挨拶もせずにポカーンと突っ立っている女を険しげに促したそして2人の夫人の間に興味ある対比を感じた思索の深いいかにも学級的な要望であるが夫人は女性の美と情緒を全く欠いているそれに反してヘッダは一見してわかる精神定格者だけれどもなんと独々しいまでに女である実感がにじみ出ていることか ヘッタさんですので。夫人が先に行った。ヘッタ・ミュフェレッツェですわ。薄髭が生えたヘッタの唇から棒のような言葉が出ると、いきなり夫人は強い好奇心を目に浮かべて、この珍しい性をほとんど衝動的に口ずさんだ。奥様は私どものことをご存知ですかポーランドでは観察のある犬の方が、 ミュヘレッツァよりよほど人間様なんだそうです。そう言ってからヘッタは自分のせいを口汚く罵るのだった。いいえ、あなたのことは存じません。夫人はさりげない態度で。ただドイツ風の名前なので、上部シレジアの方かと思いましたわ。それがルブリンの財です。 両親はそこで生まれたのですが、国中を流れ歩いて、あげくに、惨めな死に方をしてしまいました。おふくろの話では、ミュヘレッツェを名乗るのがとうとう私一人になってしまったそうですが、この名は、よほど神様がお嫌いと見えますのね。その証拠には、生まれ落ちた百姓の納屋から先頃のサーカスまでの間に、 ついぞ自分を人間だと思わせた生活がありませんでしたでも奥様いくらぐどんな私だっても一生に一度くらいは自分の部屋というのを持ちたいと思いますわと妙な抑揚で光の鈍い目で自分の悲惨な過去を問われもしないのに訴えるそれがヘッダにはほとんど本能になっているらしかった 夫人はヘッタの全てを観察してこれが退化した人類の通型であると思ったがその童心的な単純さには全く強い憐憫を感じずにいられなかったまあおかわいそうに夫人は真実を顔に表してではここにいる間だけでも私の部屋をお使いになったら私は書斎へ参りましょうから ありがとう夫人の言葉がヘッダを有頂天にさせた。そうすると私、生まれて初めてベッドらしいベッドで寝られるんですのね。と、熱っぽく夫人の手を握りしめた途端、ヘッダの口からプーンと酒臭い息が漏れた。ご覧の通り、サーカス下りで。ザロフが小声で夫人に囁いた。 本能で生きることしか知らなない女なんです。それにこいつの酒癖にも弱りましたが何より王と妖途の中がこの女を挟んでどうも面白くありません行く末ヘッダの存在が兵団の癌になりはしないかと思って実はそれをひそかに恐れているところなんですよ 2袋部屋の侵入者それから10日目阿呂の集落を中心に売兵軍との主力戦が開始されたが3日後には将校の騎士に敵影を見なくなったしかし共産軍は戦術上進出を見合わせて戦闘に調子外れな軍学をつけた隊列が再び8000歳に戻ってきた 戦勝の夜は何よりまず情欲の飢餓が満たされねばならない司令部に宛てられたローレル家でも3日間ほとんど不眠不休だったザロフとホーとヤンシンの3人は夕食をとらずに酔いの口からベッドに潜り込んでしまったがそれ以外の5人はその中の1人を今宵ヘッタの主に定めねばならない9時 それを引く前に昼間最新なザロフが戦傷の緩みに乗じようとするスパイの警戒を命じておいたので建物の隅々までも厳密に検査が行われたそれが済むと悪気の入れ札が始まる札が開かれてどんらんな光に燃える四つの目が閉ざされるのだ息を引いた瞬間王が当たったそして 空を飛ぶ花婿はいそいそと極楽の扉を押したのであったその夜は新月が現れた8,000歳の初夏は甘美な厚物のようにただれ売れて物の面と影がみだらがましい法要に揺れている残された4人はヘッダの隣室でマージャンを囲み始めたヘッダの部屋の総外はトンキンスモモアルモク 桃などの花盛りでその甘酸っぱいような強烈な方向は王の陥落に越されるゆえんか灰を打つ4人の嗅覚には悩ましげな情の檻となって訪れてくるするとそれから1時間ほど過ぎた頃になって死んだようにさびれたヤキの中をさまようがごとく忍びやかなオルガンの音が聞こえ始めた「あ、はあローレル夫人だな」。 地下室のボイラーバーにある小汚いオルガンで一体何を弾いてるんだろう一人が灰を上げたままで言ったあれかいあれはマーラーの「子供の死の歌」ってやつさ正真な鑑賞家である陽はうっとり相づちを打ったがすぐ打牌が続けられた「こんなしけた日にはこんな嵐には」 外で遊ぶ子はないのだけれどこの悲痛なしかし渋いむしろ刑事上的な感情に訴える巨人の最後の作品はなんとローレル夫人にふさわしいことであろうかさてここでヘッタの部屋の周囲を説明しておく必要があると思うヘッタの部屋はいわゆる袋部屋なのである 一つしかないドアの外が狭い長方形の空き室になっていてそこはちょうども装飾もない文字通りカラン堂で窓もなく宴然密閉された木箱であるそれからまた一つのドアで今しも麻雀が行われている士官連の集合所に通じているその部屋に一つきりのドアが廊下に開いているのだが士官たちの麻雀卓宅はその反対側の向こう隅みにあるので 双方のドアから出入りするものがあれば立ちどころにわからなくてはならないのだそれから中央の空き室の左隣は廊下から出入りする便所になっているつまり二つの部屋に挟まれた短冊型の空間が中央から二つに割られて一つは空き室に一つは便所に区分されているのだそしてどの部屋の周囲にも 分厚なネズミ色のアッシュ剤が豪華な色卓を誇っているし各々の部屋のドアには便所にはアイリス士官集合所にはオーキッド空き室にはアイビーヘッタの部屋にはマンドラゴーラの花が浮き彫りになっていた詳しくは別図を参照されたい10時30分 オルガンの音は依然同じ調べを繰り返しているが今度は誰が弾いているのかマーラーの子供の死の歌がむやみと煩わしい騒音に過ぎないそのうち廊下のドアが開いて夫人の下女が入ってきた「おい今弾いているのは誰だい?」洋が待ちかねたように聞いた「やはり奥様ですが」 手を取ってて教えているんです。非番の女連が78人申し掛けてきてそりゃうるさいってありゃしない私はヘッタさんのご用をお伺いに参りました今はいかん一人がわいせつな手つきをしていったがその時意外にも空き室のドアが開いて今宵一夜をヘッタとシとネを共にすべきはずの王の姿が現れたのである おや一同の視線は半ば驚きを込めて一斉に王の顔に注がれた。いつまでも酔いどれの解放なんかしておられんよ。王は不機嫌にむつっと閉じてなかなかに開こうとしなかった唇をやっと苦笑でろばした。さっき俺が入っていくとあの女はバスタブの中でシャボンの泡と喧嘩しているんだ。うん。 それからどうしたね。それであとは看護兵ってわけなんだよペッと唾を吐いて王はそのまま廊下へ出てしまったところが王と下女が去ると間もなくヘッタの部屋に彼女の異様な交渉が起こったのであるそれがほとんど狂気じみた調子で硬い金属をかち合わせるような高温で 今にやむかやむかと思っていても依然衰えず二呼吸ほどの間を置いては続けられるそれが士官たちを不安にしたことは言うまでもない一人が間の空き室に入っていったがすぐ打ちのめされたような顔になって戻ってきたおいヘッタの部屋に男がいるぞ一同は半信半疑ながらもそっとヘッタの部屋の戸口まで行くと なるほど、その男の言うとおりヘッタの凶傷に混じってウフフフフと太いバスで忍び笑いするのが聞こえる鍵穴からは何も見えないがさすがにノブを回すことだけは躊躇された一同は元の部屋に戻ってからもただ顔を見合わせただけで声が出なかったしかしそこへ来てしまうとヘッタの声だけは依然として耳に入るけれども 男のは聞こえなかった確かにいる一人がうなるように言っただが一体そいつはどこから入ったのだろうというまでのところでは恐怖というよりも半分は珍奇なあやかしでも見るような気持ちで不思議な現象に陶酔する感じの方が強かったのであったが次の瞬間事態が急転して。 一は氷のような旋律に襲われたヘッタの笑い声が不意にやんだのであるそれもじわじわ衰えていって消え去るように止まったのではなく頂点に達した時にブスッと途切れその後はかすり音一つしないちょうどいっぱいに張った鎖が船体のピッチングでピッチング ぷーんと切れたかのようにそのあまりにも慌ただしい消失からは何かしら自然でない恐怖的なものが思われてくるのだこうして一方依然となり続けるオルガンの音を聞きながら一同の不安は刻々と高まっていくとにかく誰か行ってみることにしよう陽が耐えかねて言った がこのの発言には誰一人応ずるものがない。その時廊下のドアが開いて王の長身が現れたおいみんなで固まって何をしてるねそれより王が問い返した君は今までどこへ行ってたねどこって夜風に当たってたんだすると 君が出てからもヘッタの部屋にもう一人男がいたわけになるんだがバカ言えそれでは君の妙な夢を覚ましてやろうか第一窓のかけ金は全部僕がかけたんだヘッタにシャワーを浴びせて体を拭いたから衣装戸棚から夫人の清水を出して着せてやったりコニャックを探すので 部屋の隅々からベッドの下にまで潜り込んだというわけなんだ。そうするとその男ってつは一体どこに隠れていたことになるねでは、窓の外にいる保証を尋ねることにしよう。要は白目をギロッと王に浴びせて。とにかく、この部屋にいた四人以外の者が窓から入ったに決まっているんだから。しかし、 すぐようは浮かぬ顔で戻ってきて。いよいよわからんぞ。保証は戦国から窓の向こうの柳の下に立っていたそうだが、窓から忍び込むどころか、人間一匹通らんと言うんだぜ。そうなると、もう現場を確かめる以外に策はないだろう。よし、僕が行ってみよう。あるいはその結果で、 僕の考えていることが大変な思い違いに終わるかもしれないのだから」とピストルの安全装置を外してヘッタの部屋の扉を開いたしかしそこからは物音一つ聞こえなかったそして不気味な静寂が15分余りも続いて人々がそろそろ 陽の身辺に不安を感じ出した頃になってやっと陽は姿を現したが彼の顔色はわずかな間にしびと色に変わり高熱に打たれたような両目から唇にかけて異様な痙攣が起こっていた誰もいないなんだ実に不可解極まるよ陽は一つ二つわざとらしい咳をして ヘッタはペットにかやをつってすやすや眠っているし浴室の小窓までも全部かけがねが降りている妙だな王は子供のような言い方で小首をかしげた僕が出るときあの女は床の上にふんぞり返っていたんだぜ点で正体がなかったのだから足腰が効いたとすればそれこそ奇跡者だよでどんななりだったね 清水一枚さ。それだけが君の言った通りだったよ。と、洋は無造作に言い放ったが、その手で卓上のウイスキーカップを取り上げ、ぐいっと無神経な手つきであおるのだった。それから洋を徹した打牌の音が、なぜか棺を打つ釘音のようにしめっぽかった。果たせるかな 不思議な侵入者のあった翌朝ヘッタ・ミュヘレッツェは死体となって発見されたのである3ザロフの会議下女の急報によってザロフは洗面もそこそこに現場にやってきたがその時まで格別気を入れて見もしなかったこの部屋を 今度こそはに銀見せねばならならかった。日本風に言うと6坪ばかりの部屋には庭に面した側に鎧扉のついたガラス窓が3つありその下にはやはりこれも鎧扉のついた短冊型の掃き出し窓が開いていた左隅に寝台と衣装と棚ドアの前あたりはテーブルと長椅子だけでガランとしていた。 左側はカーテンを隔てて浴室に続き、部屋の中央から見ると開け放したカーテンの間からシャワーと浴槽の半分だけが見える浴室には庭に面した側にはないがその反対側に小さな窓が1つ開いていたその外側は汚水のたまりになっていて周囲は終日日の目を見ない湿地だった。死体は、 ベッドのの上に行画の位置で横たわり、両足をやや畑気,気味にして右手を胸にのせ左手はベッドの端から垂れているが顔は紫地の枕覆いの上に行儀よくのせている昨日陽が言ったとおり清水がへその辺りまでまくれ上がって恐ろしくエロチックな死体だったザロフに続いて屋敷中の者が集まった。 夫人とヤンシンはザロフが来た時にはすでにこの部屋にいて死体の航空を調べていた2人とも医者だけあって極めて事務的に処理しているがさすがに夫人はヘッタの腰をキレで大ったりなどしていかにも女性らしい繊細な心遣いを示していた部屋中の窓にはヨロイドとガラスドと双方に掛け金が降りていてヨロイドの酸は全部垂直になっているしその内外には 足跡はおろか服の線に一本も落ちていない浴室の窓はしばらく開かないと見えすすと雲の巣がつららのように下がっている昨夜の出来事に刺激された連中が指紋を消さぬように注意して家具をどかしたり壁や床を叩いて反響を確かめたけれども結局隠し戸らしいところもないのだまた 編集を立証する者は何一つ発見されないザロフは昨夜この部屋に不思議な侵入者があった事実を聞き取ってから頬を片隅に引っ張っていってささやいた実に弱ったことができたね頬くんうん頬もにがりきった表情で君も知っての通り最近調査のポーランド領事分官を通じて サーカス団の持ち主がこの女の引き渡しを僕らに要求している。そんな矢先だからね。たかが一インバイフの死だけれども、よほど扱いを慎重にせんと、かえって政治的に逆用される恐れがあるよ。慎重時代には外人の変死がこの国の海岸線を勝体みたいにしてしまったんだぜ。それでなくても、相手がソビエスキーのポーランドだからね。 この事件が反ソビエトの有力な宣伝材料になることは言わずと明らかなこったよ。そうするとザロフ君、僕らは今のうちにこの対策を決定しておかなければならんのだ。おお<う>。ザロフはしばらく鎮死にふけていたが、いきなりニッと笑って。やはりこの一つだろ。う。つまり、 英国人であるローレル夫人を死因発表者に利用することだよだから他殺にしたところで決して赤裸々な真実を恐れるには及ばんと思うね何しろ対象が減ったと来てるんだから個人の感情以外に動機があろうとは思われんじゃないかなるほど本はほっと聖職を浮かべて。 それなら到底デマの発生する余地がない。至極明暗だ。こうして、箸もなくザロフは4年以前、モスクワにおける彼に立ち返ったのである。しかし、夫人は後で同意を求められた時に、いかにも彼女らしい冷えやかさで、あなたの推論に誤尾さえなければ、と答えた。それからザロフは元の位置に戻って、 君が発見したそうだがその時と別に変わってはいまいねえと夫人の下女に聞いたはいただ白ロの蚊帳だけがそれは僕が取り外したんですヤンシンが死体から離れていったではローレル夫人に検案の結果を発表していただきましょうかさあ 夫人は迷路で拒んだ。私だと余計な主観が混ざるだけでもかえって危険ですわそれよりあなたの方が平凡でも増式のない報告ができるでしょうそれではとヤンシンは形を改めてでも今のところではこの死体が死後12時間以上を経過していないとしか言えませんな。 解剖して胃中食物の消化状態がわかればもっと正確な時間を指摘できるでしょうそれから死因は心臓麻痺です喉に数か所の軽微な殺過症がありますが右手の爪の間にはそれに相応する表皮が残っています他には皮下出血の跡はないし排泄物も一向にないのですから外力を加えた形跡は絶対にありません 他には皮下出血の跡はないし排泄物も一向にないのですから外力を加えた形跡は絶対にありませんそれに概要からだけの話ですが毒死を立証するような兆候も現れてはおらんのですところが君も今聞いての通り一つだけだがれっきとした他殺の状況証拠が上がっているよザロフは遮るように言った それからある種の毒物を極めて技巧的に使った場合やショック死などには医学的には自然誌であってもその実外力が加わっているんだぜだがそういう場合は大抵死体の表情で見当がつくんだが顔面だけでなく全身で表しているものがあるするとこれがそうでしょう 下顎をぐっと引き気味にして口をホルン型に開けていますその過大な感覚と瞳が極度につり上がっているのが確かにショックのあとといえますねしかし顔面以外はほとんど状態じゃありませんかいや消えちまったんだというと不可解なようだが事実はごくつまらんことなんだよ 何事かをほのめかしてザロフは自信が逃げに行ったが夫人へ向けた顔には苦笑が浮かんでいたどうも観念がまとまりませんでなだいたいショック」が現れているというやつは薬物の作用ばかりでなく幻覚や絶命時の夢中心理でも現れることがありますからねそれに作用の瞬間的な毒物で説明したくも。 あいにく、ヘッタには息がないのですから、もう、静脈血が物を言えませんよ。また、それだけの死因に定義をつけようとすると、今度は、完全な密室の殺人が、全然解決不可能になってしまうのです。一同には、ザロフの言った意味がわからなかったけれども、夫人だけは、 批判的な目を向けてうなずいたそれから解剖の準備をするために執刀者のヤンシンと夫人が出て行ってしまうとザロフはベッドの裾に近い床の上から落ちていた卓上暦を拾い上げたそれはさまざまな色のセルロイド版が一月つきの枚数だけに揃っていて表面には日付の大文字だけが印刷されメモを兼ねるものだった彼はそれを送りながら ねえ、うくんこれは以前あそこのテーブルの上に乗っていたんだがあんなところまで運ばれたところを見ると相当激しい動作が行われたらしいねだがこれというもの音はしなかったというぜうは一向無関心の程だったがザロフもそれきりでこの問題には触れず丁寧に卓上暦を元の位置に置いてから下女に尋ねた。 君は今朝蚊帳の中でヘッタの死を発見したそうだがその時沼かはいなかったかね確か川は一匹もおりませんでした下女は容量よく答えたおりますれば沼かみたいなあぶほどもある大きなものはすぐ目につきますしそれにこの蚊帳は裾をマットレスの下で止める仕掛けになっているのですから ってもわからないというほどの広さではございませんするとホく君ザロフはホウを死体のそばに招き用意した拡大鏡を下腹部に当てて「君何か見えやしないか?あ」あ注射の跡が兵糸は悠々迫らぬ方もさすがに糸を失った。 糸下腹部を区切る正常のシワにポッとついた針先ほどの傷があったところがこんなひし形の注射針なんてあるもんじゃないこれはきまだら沼かの差し跡なんだぜよく見たまえ周りにあの科特有の資金をかけた跡が残っているよところでこれが非常に大切なところなんだが とザロフはがぜん厳粛な調子になったというのはこの差し跡に主張が残っていないということだよつまりそれは心臓が動いているうちの刺し傷ではないという証拠になるしかしまた一方ではかというやつは指令を嫌うし血球の破壊した血液は決して吸わん そればかりでなく人間には感じなくても死体の周期には恐ろしい敏感なやつなんだああそれでそうするとこういう結論になるこの刺し傷は心臓が停止する以前であってもならんしまた停止後わずかでも時間がたっててはいかんつまり心臓の停止と同時か あるいはその瞬後でなければという微妙な制限が置かれていることなんだ。だからそこへ今の下女の証言を持ってくると、ヘッタが最後の息を引いた時の状況が明らかになってくる。その時はまだ蚊帳が釣られていなかったのだよ。無論、釣ったのは例の笑い男ですよ。ようが待ちかねたように言った。 僕が行った時にはヘッタは蚊帳の中にいたのですからもっともその時すでに死んでいたのかもしれませんがねところがくん、てんで僕はそんな男がいたとは思わんがねそう言ってザロフは自分が投げた石の波紋を面白そうに眺め始めたバカだ 君だって、この事件に男の笑い声がなかった日には、犯人を探すなんて気はよもや出なかったろう。ようくんは実に正確な想像を言ってるんだぜ。それでは、僕の理論を聞くことだ。ザロフは不思議な確信をほのめかせて言い出した。まず、君たちの共振を覚ますために、完全な密室における殺人という構想が、探偵小説家のユートピアだってことを言っておこう。 小説でさえも完全な条件では絶対に書けるものじゃない。第一、扉のない鋼鉄箱みたいな場所へどうしたら妖魔みたいな変幻出没ができるだろうね。おそらく100万年後でもそれには不思議現象以外の説明はつくまいと思うよ。つまり空想でさえ構想の不可能なものが現実どうして実行できるか。 それを考えてもらいたいんだ。ところが昨夜はこの部屋が完全な密室だったのだよ。それはあらゆる状況が余すところなく証明していることだ。万一を繋いだ秘密の通路もさっきの調査で全然望みを絶たれてしまったのだ。だからもしそんな神話的人物が事実いたとすれば、僕はあっさり事件を投げ出してしまうよ。 ねえ諸君そうなれば解決は天国にありじゃないかと彼の舌がようやく熟してきた時解剖の用意が整ったという通知があったそれでザロフの話はひとまず中断されねばならなかったその間彼は浴室から自分の足元にかけて視線を数回往復させていたがいきなり片膝をついて ベッド寄りの床に白墨で印をつけシャボンの泡が二所落ちているんだそれもここから浴室までのじゅうたんにはなくてここへ来て初めて現れているまだ何を暗示しているのだかわからんがいずれにしてもこの発見は注目していいと思うね指紋をホウが突然言った「無論大したことはあるまいが」 君の想像が思い違いに終わった場合に、あるいは役に立たんとも限らんからね。この事件が指紋によって解決するような単純なものではないとはいえ、形だけでも初めに行うべきものに見向きもしないでいるのは、ザロフの驚くべき確信と、それから彼の狂気じみた神経が最初からある一点に向かってひたむきに注がれている証拠ではないか。 拡大鏡とアルミニウムことで、頬の極が退屈そうな屈伸を続けていたが、やがて最終が終わり、死体も運び出されたので、ザロフは。では、さっきの続きだが、もう少し序論を言わせてもらおう。と、再びエンジンの中心になった。ところで今度は、諸君の信仰を仮に事実であるとして、まず侵入者自身を吟味してみよう。 すると真っ先に気がつくのは、その男のいかにも犯罪者らしくない露出行為なんだ。君たちが隣室にいるのがわかっていて、なぜあんな笑い声を立てたのだろうか。もっともこの点は他人の姫ごとを暴きたくないという心理を逆用して、君たちの侵入を防いだとも言えるだろうが、それはまあいいにしても、まったく真理ってやつは、 いつも平凡な形で足元に転がっているものだねその男の姿に目撃者がいないという点を僕は危なく見逃すところだったよつまり耳で見た音響が侵入者という概念像を作ったのであってそれを君たちは単純に聴覚だけで認めているんだするとその一時で 僕はこの事件のがを摘出するかけがえのない方法を暗示されたような気がしたよその男の存在が聴覚現象以外のものでないのだからそこにまだ再吟味の余地があると思われたのだそうして遂行検討を繰り返した末にとうとう仮面をひんむいた笑い声の方程式を作り上げたのだがね ところろがどうだろうだ意外なことにはそれがヘッタ個人の内部から発生している実にその母体というのがヘッタの狂人笑いなんだよ最後の一句で5人の聞き手は失神しそうに呆然となったザロフは頬を見ていった君は戦国 男の含み笑いだけで他殺の状況証拠は十分だと言ったが僕はそれがヘッタの高笑いだと言いたいのだそれを分析すると男の笑いが理論的に消滅してしまうのだ陰でヘッタを操っている素晴らしい毒殺者の姿が僕の網膜に移ってくるのだよ だからたとえヤンシンが自然史の報告をしても、僕はあくまでそれにとっついているつもりだぜ。そう言って紙巻きを取り出したのを見て、それが君の説の前提かねと、頬が聞いた。うん。ところで、僕の解釈を言う前に、ちょうど格好な因霊をお目にかけよう。 それは僕が18の時に白軍の捕虜から聞いた話なんだが、とザロフはぼつりぼつりと語り出した。その男はオースタリーの男爵でヨーゼフ・ザイフリードというかなり年配の医者なんだが、当時クラーゲンフルトの寄せで興行していたカミーラという女服話術師に恋をしたのだ。舞台のカミーラは、 もう一人の相手とシーソーに乗りながら福話術を応用した掛け合い話で人気を博していたが、ザイフリードはとうとうあまたある恋敵に打ち勝って、カミーラを自分の妻にすることができた。しかしカミーラはザイフリードの金には従ったものの、内心ではオスカール・シュゲールという若い銀行員を諦めることができなかったのだが、 それが、そもそも悲劇の始まりだったのだよ。無論、二人の儚い仰せはいつか分からずにはいない。けれども、それと知っても、さすがにウィンナ貴族である彼は、表面荒だった真似をせず、カミーラを南チロルの両小屋に連れて行ってしまった。すると、ある雷雨の夜、カミーラが激烈な異形連合を起こしたのだが、 そのうち不思議なことにはザイフリードが注射したモルフィネによってすでに安眠しているはずの彼女の部屋からちょうど君たちが減ったのを聞いたようなものすごい笑い声が響いてくる不審に思ったザイフリードが臨室まで行くと女の笑いのほかに一度だけだが男のを聞いてしまったシュレーゲル とっさにこう信じた彼に端なく殺意が起こったのも決して無理ではあるまいそこで彼はそばにあった砂糖壺の中から角砂糖を全部取り出して4つだけを残しておきその中を丹念にくり抜いてそこへ自分のぜ息に使うジアセチールモルヒネを詰めておいたのだところが翌朝行ってみると コーヒーカップ一つと角砂糖二つしかなくなっていない。ザイフリードは思わず愕然としたが、果たしてカミーラの部屋には彼女一人の死体しか横たわっていないのだ。おまけに皮肉なことには、その翌帳を配達された新聞によって、シュレーゲルが一週間も前にグランツで自殺を遂げていたことを知ったのだよ。 そうなってみると、その夜、カミーラと部屋を共にした男は誰かという疑念が当然起こってくるのだが、さすがザイフリードはすぐにこの謎を解いた。実はカミーラの部屋には、彼女のほか誰もいなかったのだ。カミーラの笑いは、モルヒネによる愉快なゲームを見たからで、それだけは間違いのない事実なんだけれども、 男の笑い声の方は別に一人の男性が存在していたからではなくやはりそれもカミーラが発したのだったよではどうしてそうなったかというとクロダインを過量に飲むと経験することだがベッドに接触する部分の皮膚がモルフィネによって知覚を失いそれから落下の感覚が起こるからなんだそれでカミーラの場合も 爽快な夢を見ているうちにそういう加工感が起こったことは言うまでもないけれどもその時どうして腹話術による男の笑い声が出たかというにそれはちょうどその加工感が寄選の舞台でシーソーが降りる時の感じと符合するからなんだつまり彼女の長い間の習性がそうさせたわけだが 同時にそれが、ザイフリードに恐るべき錯誤を犯させてしまったのだよ。だからあの男も自暴自棄の末、自殺する目的で白軍に投ずるようになったので、僕にそれを聞く機会ができたというわけさ。しかし君たちはこの話を聞いて、ヘッタの部屋に起こった男の笑い声を何と解釈するかね。だが、 腹話術なんてそんな器用なものはヘッタには思いもよらぬ話だぜ。もともとあの女は視力芸人なんだ。方は半分せせら笑っていた。では、率直に言おう。ザロフは真剣に座り直した。二種類以上の毒物を併用すると、たまたまそれが競合して異様な二重意識を起こすことがある。 僕はそれをのの場合に主張したいのだ。それでもう一つ例を挙げるが僕は以前に戦地病院で微量だけれども猛毒の春下剤であるコロシット花粉末が誤って放水クロラールの中へ混じってしまった結果を見たことがあるその時は全身麻酔に陥るはずの患者がにわかに激烈な腹痛を訴え始めたのだ だがそのうち放水クロラール特有の焼けつくような麻痺感が一憂いっぱいに広がってしまうと患者はうつつの状態になって苦悶が間欠的になってくる今考えるとそのグツグツという声が君たちが男の含み笑いと聞いたものになんとなく似てやしないかと思うのだがねしかし間もなくその患者は猛烈な下痢がもとで虚脱してしまったのだよ そこで適量の放水クロラールにも小動脈壁が抵抗できなくなってとうとう心臓麻痺を起こしてしまったのだがこれもヘッダの場合を考えると貴重な一例だと思うのだがどうだろうかつまりこういう薬物の競合現象があるのを君たちに知ってもらいたいんだよ ところで犯人が何か技巧的な方法でヘッタに2種類の毒物を試みたと仮定しよう。すると最初に作用の迅速な方の毒物のために少量なら腐食毒でも差し支えないがヘッタはまず苦悶を始める。しかしすぐにもう一つのそれは神経毒であることを絶対に必要とするが その毒物の作用が末梢神経に現れるので、今度は苦痛が幾分緩和されて、それに痙攣と完結性が伴ってくる。そしてその更進時と鎮静時とがすこぶる不規律に入れ違うのだが、それについて君たちの記憶を呼び起こすことにしよう。つい先頃、アスピリンと誤って小工場を飲み下した兵士があったね。 その時ヤンシンが卵白で胃洗浄をした時に君たちはそれとそっくりな現象を見たはずだよでそうすると高深時には呼吸が強く圧迫されるから苦悶の声がグツグツという低い断続音になって現れるじゃないかもちろんその声だけを単独に聞いたのだったらちょっとのうちはおたま弱視以上のものが悟れなかったかもしれないがあの時は その声とジグザグに入れ違ってヘッタの高笑いを聞いたのだからねそれで男の含み笑いという連想が早速にピーンと響いてきたってわけさだからこういう連想による錯覚というものは違った場合もやはり同じことなのでもしあの時ヘッタが泣いていたとすればおそらく君たちは あの声を「冷哀いふんぬ」というような全然反対の情緒で解釈したに相違ないと思うね。ところでそうわかると鎮静時に起こったのが例の高笑いであることは言うまでもないがそれが死の直前に現れているだけあってなんとなくグロテスクな気がするだろう。けれどもある種の神経毒には決して珍しくない現象なんだ。 つまりその毒物が肝臓に変調を起こすからでその結果症状とは似てもつかぬ愉快な幻覚が往々に現れることがあるからだよそれからザロフは最後の結論に入ったでこういう場合に苦痛の更新時と鎮静時とで変わるがおるに二つの異なった性質の声を聞かされるしまた 出没が非常に不規則なので、聞いたものはそれが元で途方もない盗作にはまってしまうのだよ。君たちは集会所に来てしまうと、男の笑い声は全然聞こえなくなったと言ったね。だから、エッタの最初の苦悶は耳に入らなかったのだ。高笑いが始まったので、それに導かれて初めて音声の妖術を聞くようになったのだよ。 さて、これで笑い声の分析は終わったのだが僕の説がまだ仮説から一歩も出ていないことは言うまでもあるまいけれどもあの不合理極まる存在を非存在とするためにはそれ以外には絶対に理論がないということを是非承知してほしいと思うねそれから僕が笑い声の原因として想像する神経毒だが 直接ヘッダーを殺したのではないということを断っておきたいのだそういう性能を持っている者には即死に近いし烈な作用を表すものが絶対にないのだからね何より発作の開始から絶命までの時間が確実に証明していることだよ。ねえ諸君この事件には中世の毒殺万能時代にもないような 三つの毒物の素晴らしい芸術が見られるだろう。けれども以上のことがわかると、この事件の恐怖的な謎は残らず解けてしまうぜ。今までのような密室の束縛から逃れて、僕らは全く自由になることができる。つまり、単一な毒殺事件にまとまったからだよ。笑い声の部分は、 飛行さえ許されれば時間空間が問題にならんし第3の毒物が使われた時には多分この部屋が密室ではなかったのだろうだが僕は今しばらくあらゆる行動を控えようと思うどのみち犯人は逃げっこないのだからねヤンシンの艦隊が僕の仮説を証明してからでも決して遅くないよまた 僕がわざと毒物の名を言わなかったのはいずれヤンシンが指摘せずには置かないと信じているからさいかにもザロフらしい空想の火花だった語り終わった彼の前には5つの方針した顔が並んだしかしどれもこれも最初のうちは「詭弁だ」と心の中で警戒を緩めなかったのであったが 4. ライトブルーのパジャマを着た男ところが王くん君から始めて昨夜の行動を聞かせてくれたまえ一息つくとザロフは顔のほてりを収めて事務的な口調で言ったが王の陳述は昨夜と寸分も異ならなかっただが 君はどうしてヘッタの部屋を出るとすぐ外へ出かけたんだね。そしてその間はと、頬が口を挟んだ。沼向こうに食楽院とかいう日本寺がありますね。裏口から出て昼間だとあの屋根が見える丘の間を往復しました。外へ出たのは頭が痛かったからです。それに興奮を覚まさにはなりませんよ。それから王は、 明けすけに昨夜の感情をさらけ出した。一週間も人殺し作業を続けてやっと帰ってくると、せっかく当たった女がつぶろくで役に立たると来てるんです。浴槽の中でシャボンだらけになっているのを引っ張り出して、それからやっとシャツだけを着せてベッドのそばまで引きずってくると、今度はそこの床にふんぞり返ってもうてこでも動かんのです。 何しろ馬鹿力があって足腰の効かないあんな重い奴を扱ったのですから。わずか五六メートルの距離にざっと一時間足らずかかってしまったのですよ。そうなりゃ、宝さん。誰だって頭も痛くなるでしょうに。無論、外では誰かに会ったろうね。一っ子一人いやしません。だいたい、夕べみたいな晩に誰がのこのこ出歩くもんですか。そうすると、 君が外にいたのが立証できなくなるぜ。と、方がちょっと景色版だが、それが直情的な王に不快な刺激を与えた。おやそれではあなたは、私を見かけたタバコ屋の主婦なんてものが、こんな土地にあると思ってるんですかじりじり彼の表情が固くなっていく。とにかく、事件が起こった土地の状況をよく頭に入れてから質問してください。 大体アリバイなんてものが一種運命論的な代物なんです。あれは八分通りまで捜査官が犯人製造の必要上要求するんですよ。大都市の居住者でも日常生活の中に求められたらまず大概は犯人になってしまうでしょう。もし十人のうち三人もあれば私は戦闘機にダイアナを積ませますぜ。だがそれよりかも私が知りたいのは 昨夜、お二人はじめ、ヤンシン君に、果たして完全なアリバイがあったかどうか、ですがね。やめたまえ。方を救うようにザロフが王を叱った後で。ところで、君に特別念願をしておいたのは、君が部屋を出るときにヘッタがどんな状態であったかということだが、ベッドのその左足のところで、 手足を枕木みたいに放り出して仰向けに寝転んでしまったのです横っ腹を金棒に当てて上体をベッドの底辺と窓の間へ斜めに突き出してましたなるほどザロフは軽くうなずいて王に対する質問を打ち切ったこれかからら。は、は以外のものもには用がないからすると残された王は元気な声で「 ザロフの質問を待たずにいいでした。ねえ、指揮官。とうとう私が第一の容疑者にされてしまいましたね。これからあなたは、私が蚊帳を釣ったかどうかをお聞きになりたいのでしょう。とにかく、笑い男がロジカルな消失を遂げてしまったのですから、そうなれば蚊帳が一人で動けるわけではないし、結局、 この部屋へ最初に入った私に疑いがかかるのも無理ではありません。実際そうなるのが誤りのない計算なんですよ。その上この部屋で私は20分近くも費やしています。もっともそれは念の行くところまで調べたせいなんですがね。しかし、あの時私が夢中有効をしているのでもなければ、事実をそのまま信ずるより他にないですよ。で、 もう一度言いましょう。あの時、笑い声が止む王が現れるという期待な暗号が現れたので入る決心をしたのですが、私の目に映ったヘッダは、かやを釣ったベッドの中ですやすや眠っていたように思われたのです。あるいはすでに死んでいたのかもしれませんが、その時は別に不審な気は起こりませんでした。おぉ。 ザロフは顎だけで頷いたが、方は、それは僕も認めている。と真剣に相づちを打った。そして、とにかくヘッタの死体を床からベッドに移して、それに蚊帳を釣った人物がいる。またそいつが犯人であることも確かだよ。 ショックの跡が死体の顔面以外の部分から消えているのだけでも十分言えると思うね。だが今度こそその人物に何とか説明がつきそうなんだ。まだ見当が、昨べ麻雀をやった4人以外のという程度だけどね。と自信をほのめかすと。すると多分こうでしょう。 陽のの目から神経的なものが消えた。昨夜私たち4人が男の笑い声を確かめに間の空き室に入ったことがありましたその時背後からこっそり忍び込んできて隅の闇の中に隠れたものがあったのですそいつは間もなく我々が集会所に戻った隙にこの部屋へ入って目的を果たしたのですが 終わるとすぐにまた元の位置に戻っていったのです。で、多分私が一人でこの部屋に入るのと入れ違いだったのでしょうが、それからその人は私が出たのを見定めて再びこの部屋に入って、今度はヘッタの死体と一緒に脱出の機械を習って朝方まで暮らしたのでしょう。つまりそいつの目的は状況証拠の隠滅をして 自然史らしい快感を作ろうとしたのですよ明察だその時以外に時期のないことは明らかだよサロフは澄んだ瞳をように向けてだが君の推定は時間的に証明されなきゃならんがねそれについて聞きたいのは君たち4人が空き室を出てから君が1人でこの部屋に入るまでに一体何分くらい費やされているかね 全部で十二三分くらいでしょう。空き室を出てから笑い声が途絶えるまでが、さよう二分くらい。それから、王が来てから私が保証を正したりして結局ここへ入るまでが、十分もかかったでしょうか。なるほど。十二三分。では、その数字で君の推定を割ってみることにするが。 それには三通りの回答が予期されているんだ。無論君の説が証明されるかどうかで正否の二つがあるのは言うまでもないが、万一天秤が水平になるとだね。と言ってザロフは不思議な興奮を表した。そうなると、あの見るからに単純な王が実に素晴らしい性能を隠していると信じなければならんよ。 聞いた瞬間2人に電撃のような衝動が現れたがザロフは目もくれず続けたところで僕の計算の基礎というのは絶命時刻と死体の顔面表情なんだが絶命時刻は最大限に見積もってヘッタの笑い声が絶えた時としようけれども死体の顔面表情によるとそれに少し説明を加える必要があると思うね。 大体四肢の筋肉には硬直が始まる際に筋縮を落として時たまそれが不気味な運動をすることがあるんだが顔面筋肉には破傷風患者の硬直が緩む際以外にはおそらく変貌がないといって差し支えないのだまた人工的に表情を変えるということは快悪に終わるのが目に見えた話だよすると ようがちょっと神経的な聞き方をしたその時見た顔面表情と現在のとが同一であるかどうかそれを君に証明してもらいたいんだよつまりその変貌異岸でこういう結論になるんだかねとザロフの口から平坦な調子で驚くべきし烈な内容がはかれていったまず その時と現在とが同じものだとするね。そうすると、絶命は君がこの部屋に入る以前であるということは言うまでもない話だ。しかし、ヘッタは蚊帳のないところで死んだにそういないのだから、もし変貌がないとすれば、君の言う15分足らずの間から、まず蚊の吸血に適した静かな時間を差し引かねばならんよ。 そうなるとその残りの時間で死体をベッドの上に運んで蚊帳を釣ったり手足に現れているショックの跡をいちいち状態に戻したりするなんてことは到底人間技では不可能な話だよ。いいかいヨ君君の説には世界中の時計が不賛成なんだぜ。ところがその反対の場合つまり変貌が事実であったとすると 今度はそれが君に対して相当不幸な暗号になってしまうのだがねしかしあの女はうつ伏せになっていたんです要は聡明にも一つしかない逃げ道を悟って平然と答えたがそこに落とし穴があったいやそれでもまだ見たものがあるはずだよと言っても甘色の髪の毛だけですが。 甘い色。君が見たのはザロフが突然トゲトゲしく反問すると「い色という以外にあの色をどう表現したらいいんです」と要はひそかにあざ笑ったそうするとザロフはしゅんげんな形で断定を下した君ミだねヘッたの死体をベッドに運んだのは。 そして、かやを釣ったのは。バカらしい、途方もない冤罪です。と言って、優秀な方兵士官である君の視力を疑うわけじゃないがね。しかし、君が見たのが事実だとすると、工学上の法則が根本から覆されてしまうぜ。君はヘッタがうつ伏せになっていたというね。そして髪色をい色に見たというね。 だがそうなると白あさのかやにおおわれてヘッタのあたまはむらさきじのまくらおおいのうえにあったのだからきみはとうぜんあまいろいがいのいろをみなければならんのだ。ねえようくんしろいしゃをすかしてむらさきじのなかにおかれたはいいろをみるとそれがあざやかなみどりいろをていしてくるのだよ。 そういう対比現象が必ず行われるものなのさ。洋は思わず顔を伏せた。が、やがて血の気のない唇から、かすかなしわがれた声を絞り出して、実は、ほとんど王が言う通りの位置で、ヘッタは床の上にうつ伏せになっていたのです。あの時、最初に部屋を一回りしてから、 体温はあるし顔が見えなかったのでうっかり眠っていると信じて私は愛する女をベッドに運んで蚊帳を釣ってやったのですが蚊帳の中で意外な絶命に気がついたのですそうなるとそれまで費やした時間がもとで必ず自分に疑いがかかると思われたのでとうとうあんな小細工をしてしまいました 手足の曲がりや指先の不気味な反りを自然の状態に直して、蚊帳の裾をきちんと止めてから後を見ず逃げ出したのです。けれども指揮官、私は断じてヘッダの下手人ではありません。それからあの部屋には花粉の匂いが立ち込めていただけで、人間は愚か、音も周期もありませんでした。 ザロフはそれ以上追求しなかった。そして昨夜の保証を呼ばせることにして陽を去らせてしまうと頬は目を丸くして実に驚いた今のが GPU の本体だろうねだけど陽は最初僕に先手を打ってきたんだぜザロフはちょっと白い歯を見せてだからこりゃ一筋縄ではいかんと思ったので 1ー0 1という平凡な心理を証明するのに大げさな天文学数字を使ったというわけさやっとこれでこの事件の謎が全部片付いて僕は清々しい気分になったよそれから彼は浴室に入っていった浴槽にはほとんど石鹸水に等しい昨夜の残り湯が腐敗した牛乳のようなどす黒い混濁を見せていた ザロフはお湯のネジをひねってみて、おや、ネジが壊れてるな。それからホウ君、君はこの蛇口が少し下すぎるとは思うんかね。と水面から少し潜っている蛇口を指さす。なるほど。もっともこの浴室はオルガンのあるボイラー場に続いているのだが、 昨夜のオルガンの音がこの事件にどんな関係があるんだね冗談じゃない。両方の線が空いていたって、ここへは廊下で聞くほどに聞こえやしないぜ。何も僕は不可能なことを無理やり信じようとして、あんな小説じみた空想を組み立ててるんじゃないただ、あのバブルの跡と浴槽とを結びつけるものを探しているだけなんだよ。その時、 小柄で猿みたいな顔をした男が現れた昨夜総外に立った保証の低代金であるところがこの海南島産の養木上がりは実に意外ともいう事実を陳述したのだった昨夜は誠に申し訳ないことを実はこの部屋を覗き見ましたんでちょうど10時半の鐘が鳴る少し前のことでこの頃から ヘッタさんが大きな声で笑い出しましてそれにウフフフフというおかしさを耐えているような男の声が混じり始めたのですこりゃあてっきり法外なふざけ方をしているんだなと思うとちょっと妙な気持ちになりましてなそれで悪いこととは知りつつ銃剣の先で吐き出し窓の鎧戸のさんをこづいて とうとうそこからガラス越しにのぞいてしまったのですすると右足に白いシミーズがまくれ上がって腰から下をむき出しにしたヘッタさんの後ろ姿だけが目に映りました両足をバタバタさせているところは悪ふざけを嫌がるような形でしたが多分私から見えないところにいた男が とおう<何>む返しに叫んで息をつめたはい男がおりましてそいつは続いて「ううむ」と力を入れるような太いうなり声がすると同時にくるっと男女が入れ替わったと見えて今度は男が肩から背筋にかけて現れたのです。 その男は無地の薄い藍色のパジャマを着ておりました。しかしそれも目に映ったと思う瞬間に消えてしまって、同時にベッドの足に体を打ちつけるような音がしたのでしたが、それきりで私は覗き見をやめなければならなくなりました。どうしてだね頬が光のない目を向けると。やはり。 とザロフは深いため息をしたその時私の足にぶっつかったものがあったからでいっときはハッと飛びのきましたがすぐにそれが首輪をつけた白犬であることが分かりました暗い紺色の首輪でしたから閣下のイゴールだったのですよいやそれでなくても二度とのぞく勇気が私には出なくなりましたので。 と言いますのはヘッタさんの笑い声が続きながらも絶えず力を込めて物を占めるような低い男のうなり声が混じりますしそれに二人の動作を考えますとなんとなくただごとならないありさまのように思われて急にゾッとなるともういくじなく私はその場にすくんでしまいました。 そんなことでとうとうのぞきみを断念したのですが、まもなく男女の笑い声がふいにやんだので、変に思って今度は上のよろいどに耳をつけました。すると、ヘッターさんが物うそうにつぶやくのが聞こえたのです。うん。たしかそれは、ねめるりけつく。 と言ったように覚えておりますが、それなり室内からの物音は一切途絶えてしまいました。で、要砲兵指令がおいでになったのはそれからすぐのことでしたが、しかしその後のことは多分ご存知でいらっしゃいましょう。とにかくこういったところが昨夜私が経験した全部なのでございます。それ以外には2時の交代前に気がついて、 吐き出し窓の鎧戸を元通りに閉めたことくらいでして。では、君が郊外で見たのは陽だけかねはい。交代後,後はまっすぐに宿舎へ帰ったのか。ええ。ヤンシン軍議殿の追いつけで磨きました靴を地下室へ降りる階段の口へ置いて、それからトン舎へ戻りましたのです。 ここがちょうどあの方の部屋のすぐ前ですから帝の陳述を聞き彼と問答を重ねているうちにザロフは両手を固く握りしめてひどく不規則な呼吸を続けていたがいよいよ彼が最後の質問に入ったことはその顔色でうかがわれたところで君がその男のなりを薄い藍色と見たのは間違いないだろうね 間違えるどころかとても鮮やかな色でしてその男を見たのは時間にするとそれこそほんの一瞬間で土塁の縦眼孔から走る馬の足を見るようなものでしたでは君が吐き出し窓から目を離してそれから僕のイゴールが見えるまでの時間は 体を一回り回しただけですが、暗い中でも白い色と首輪だけははっきり目に映りましたんで、もっとも犬はすぐいなくなりましたが。とにかく、方が言った。性質は半然とせんが、二人の争いは相当激しかったと見えるね。うん。周囲にぶつかる家具はないし、絨毯では物音が立たんよ。 ザロフは頬の説にうなずいてから帝に口止めを誓わせて立ち去らせたとうとう君のバベルの塔も崩れてしまったねしかし犯人の定義が決まっただけでもかえって楽になったよと頬がほくそ笑むのをそりゃあ言うまでもないことさ戦争ルンペンの我々に下着の掛け替えが至って乏しいということはね だが、ライトブルーのパジャマという段になると、差し詰めヤンシンを除いた4人が容疑者の筆頭になってしまうぜ。君は嫌がって着ないので忘れたかもしらんが、不カンの戦闘でドイツ人顧問の所持品を分配したのを覚えているだろう。あの時お裾分けに預かった連中は、とにかく運命なんだよ。とザロフは皮肉に言って、長椅子へゴロリと横になった。 そして、だけどホー君、とうとう僕が一番恐れていたものがやってきたんだ。この事件がいよいよ密室の殺人ということになると、オルガンのバンカと甘酸っぱい花粉の香りに浸って笑いながら死んでいったヘッタよりかも、僕らの方がはるかに恐怖を覚えるじゃないか。と、半ば絶望的につぶやくのだった。 その日の昼の食卓にはザロフ・ホーの2人とローレル夫人が参加したのみだったザロフが午前中の経過をルル夫人に話すとではこれはいかがと言って夫人はチーズで白布の上に次のような公式を書いた袋部屋割るかっこ状況証拠マイナス医学的死因かっこ閉じるイコールシャボンの跡 プラス X。X がライトブルーのパジャマですね。王は苦笑し,した。ザロフはしばし木工を凝らしていたが、いきなり、なるほどと叫んでニコッとしたが、それと同時に彼は、まだ一度も経験したことのない不思議な旋律に襲われた。恐るべき。 論争者<う>シャボンの幕その夜夫人の書斎にザロフとホが加わってヤンシンは3人に解剖の結果を報告した集めた指紋からも結局得るところがなかったそうですが私の鑑定もそれと同じことで。 やはり自然史以外のものを医学的に証明することはできませんでした死因は確実に心臓麻痺ですただ血管に主張が見られますが多量のアルコール分を摂取しておる死体には結局大した価値があるものではありませんまた全体の粘膜部にも毒物を使用した痕跡は見当たりませんし害して毒死を証明する反応が明確に現れては困難です それから、生体付近に粘膜が剥離した部分があって、そこに少量の出血があるのですが、そういう現象は過度の発生が連続した場合にしばしは起こるもので、さのみ注目するには当たらんだろうと思います。内臓にも過去の病歴を証明するものがありません。ことに心臓については空気洗息までも調べましたが、この臓器が 絶命寸前まで厄除たる活動を続けていたということは、全然疑う余地がないのです。要するに、不可解な死であるという一言で言い尽くせましょう。自然死を目的にした他殺、とでも言える変則な場合がもしあり得るのでしたら、私はそれで減ったの死を解釈したいのです。しかし、それ以上の想像は意志の領域ではありません。 私は自分が見た真実以外のことには一切口をつぐみたいのですところで最後に絶命推定時刻を申し上げますが一中残留物の消化状態から押して食後すなわち午後6時から約5時間後つまり昨夜の11時前後がそれにあたるのですこれだけが、 本日の解剖から得た唯一の収穫であると言えましょうとレクチャーめいたヤンシンの報告が終わるとありがとうところでヤンシン君。とザロフが言った君は死体の秘蔵を調べたかね内臓には特別注意を払いましたがどうしてあんな特殊な臓器をお尋ねになるのです 実は途方もない空想を描いているんだよ。領代の古書に、歴殺という刑罰のことが記してなくても、過度の笑いは、まれに秘蔵を破裂させるというじゃないか。はハハハはが突然、無遠慮に笑い出した。君らしくもないぜ。だいたい、今時そんな悠長な殺人をやるやつがどこにあるもんか。 ところが、方さん。ヤンシンは、半分出かけた笑いを急に引っ込めて。それは、あながち空想な説とは言われませんぜ。植物神経系に超過的な刺激を与えると、それが、脾臓出血の原因になることがあるんです。また、笑いとか悪びとかに、稀に心臓麻痺を伴うことがありますからね。だけど、 指揮官の言う秘蔵の破裂というようなものになるとまずそんな超意識的な笑いを起こさせるような方法を我々の経験中では判断できませんなまたそれを看板な方法で進めていくとするには何より長い間の禁獄などで肉体を衰弱させることが条件ですよところがヘッタは健康な野獣みたいな女なんですしかし ザロフは力のない席をして無論それはテが目撃したという男女の死体から判断することだがくすぐるという以外にあの笑い声の見当がつかんよとにかく他人の沈入を防ぐのが目的だろうが喉のかき傷だって犯人がくすぐっているのをやめさせようとしてその時誤ってつけたのかもしれんしね もちろん薬物的に考えられるでもない。けれどもそれには一定の設備が必要であって、その容石がああいう秘密の侵入を許さんしねえ。それから最後の心理的に笑いの幻覚を起こさせる方法となると、もう完全に性格科学の領域を離れてしまうんだ。つまり、ウィッチクラフトだよ。 そうするとヤンシン君だい大体ストリンドベルグみたいな天才でさえもそれを考えつめた挙句はとうとう狂人になってしまったんだぜストリンドベルク夫人はこの名をうっとりとつぶやいたが再び重大な暗示を投げたですけどザロフさんこの事件をンビ科学に捧げてしまうのはまだまだ時期が早すぎますわ。 密室と笑い声と侵入者とこの三つの疑問は一つの謎が三様の違った形で現れているように思われるんですのあるいはそうかもしれませんザロフは明らかに動揺したそれに王が出るとすぐ笑いが始まったのですから犯人がどうして王が出たのを知ったかそれが疑問の一つですかね だだだ。が動機だけで十分頬は結論を言うようにテーブルをコツンと一つ叩いた見たまえ、王と妖とヘッタをめぐって三角関係があるそれからヘッタのことを兵団のガンだと公言した人物が確か一人いるはずだよテイがライトブルーのパジャマを証言して以来それを思っている4人は 互いに相手を疑惑の目で見るようになった。が、ついにウが、それをズケリと言ってしまった。なるほど。ザロフは皮肉な微笑を浮かべて。けれどもホくん、僕はさっき君のいる前で、用を罠にかけて口を割らせたっけね。あれを見ても、 自白によって犯人を立証するということがどんなに困難な技か分からんはずはないと思うのだがね動機と殺人方法の概念だけで片付くようなこの事件はそんな単純なものじゃない全くそうですわ夫人もザロフに同意した犯人が歌った音楽を正確に音符で再現するのです それ以外に解決の方法はありません。方はひどく照れ気味だったが、時に、ネメルリケックという言葉をご存知ですかと、夫人に尋ねた。ネメルリケックですって婦人はしばらく視線を宙にたゆたっていたが、多分、ケネムリックのことでしょう。 ポーランドの伝説にあるモミの木の小に住むというウィッチのことです鼻の大きな額が狭くて尖っているそして頬がマリみたいに膨れていて聖ヨハネ祭の前夜にヨガラスを泣かせて悪い兆しを伝えるというのですよすると実に重大な発見です その人相にあたる者の,の中に犯人がいるというわけですからな。そう言って方は指でテーブルに二つの人型を書き、その一つを消した。ヤンシンは少し驚いて方を見た。あなたは私を犯人にするんですかしかしヘッタは日頃私のことをピオートルとかペーチャとか呼んでいるのですから。もし私があの女を殺そうとしたのでしたら、 何もそんな上んな言葉で言う気遣いはないでしょう。なるほど。ヤンシンくんの言うのは正しい。ところで。とザロフは突然素晴らしい話題を持ち出した。昼間奥さんに暗示されたことから、僕はヘッタを殺害した方法を発見したのだよ。それから一同の緊張した視線を浴びて、ザロフは語り出した。 その出発点は、あの、シャボンの泡なんだがね。それと同じものが、浴室との境から、かのところまでの間にないということが、僕にこんな想像を起こさせたんだ。一つ、前置きを抜きにして並べてみよう。最初、ヘッタが渇きを訴えたのだ。笑いを猛烈に強いられた後だから、それは当然だと言って差し支えあるまい,い。 すると犯人は水を取りに浴室へ立って行ってそこで簡単な装置で発生するある有毒ガスをカップの中に満たしその上にシャボンの泡で蓋をしたのだそれをもっと詳しく言うと最初はカップを逆さにしてその中へ上ってくるガスを入れそれから石鹸の泡で下から蓋をしてからカップを通常の位置に戻したのだよ 空気より軽いって言うと、それは生化水素ですね。ヤンシンが口を挟んだ。そうだ、生化水素だよ。あれは空気より少し軽いばかりではなく、発生させるのに大した設備はいらないし、無論、携帯することもできるんだ。で、そうすると、ヘッダーはシャボン川の膜を水面と錯覚して、飲もうと口を近づけたのだが、 その途端に、息が膜を破ってしまったのだ。そしてショックを受けた瞬間、ケネムリックと叫んでその場に混虫し、カップは手から落ちて、中の泡が絨毯の上にあんな跡を残した。というのが、ヘッタの死の謎を解く方程式ではないだろうかね。それに、ごく微量の生産中毒は、 その症状が心臓麻痺とほとんど違わないし、また、胴外にある色々な花粉の匂いが、この場合、格好なカムフラージュだったのだ。でなければ、あの特異な周期が一件を隔てた集合所で分からぬというはずはないと思うよ。なるほど。実は、私もシアン化物を想像していたんですが。 ヤンシンシが鎮痛な顔でうなずいたザロフの顔は再び憂鬱にたるんできただがそれだけ分かったところでどうなるもんじゃないつまり事件の一部が非常に変則な現れ方をしたからですわ夫人が言った一番そこにあってこの事件の謎と直接関わりのない 純粋の殺人理論だけが最初に分かってしまったのですよもちろんそれだけではもうこの上想像を発展させる余地はありますまいまったくそうですあのシャボンの泡は犯人が僕らの資格の中へ残していった唯一のものなんですですから奥さんこれからの戦闘力はとうとう空想だけになってしまいましたよ とザロフは力のない微笑を浮かべたが、立ち上がって夫人に現場の鍵を要求した事件が落着するまであの部屋を当時のままで保全しておきたいのですそれにまだ調査を完了しておりませんからでもどうしてヘッタは断末魔にケネムリックと叫んだのでしょうヤンシンは鍵を取り次ぎながらザロフに言った ちょっと防毒マスクがケネムリックに似ているとは思わんかねと言ってザロフは奥歯をぎっしりと鳴らしたところがそれをかぶったやつは今でも僕の前を平気な顔をして歩いているんだその翌日から夫人は終日読書にふけっていて松葉杖の音がほとんど聞かれなかった ザロフは全然ヘッタの部屋から出なかった時たま食事を運ぶ下女がドアを開けるともうもうたるたばこの煙の中に見るからにやつれ果てたザロフがまるで影のようになって長いすの上に横たわっていたところがそれから3日目の夜彼はひょうぜんと夫人の部屋に現れた時に夫人 楽院についてご存知ですか。よくは存じませんけれどそれでも夫人はザロフに説明した寺といっても仏像が3体あるだけですがとにかく沼向こうへ3マイルばかり行ったところにある日本寺なんですの何でも大戦の1年ほど前に四川の奥へ近郊を視察に行った大徳良とかいう日本の百万長者が 帰り道にあそこで土肥のために殺されたんです。それでその後へ遺族の者が追善に立てたとか言われていますわ。そして詳しく道のりを教えるとザロフはぴょこんと子供らしいおじぎを一つしてそのまま何も言わずに行ってしまった。ところでその翌日である方とヤンシンが 昼食後の雑談を広間で交わしているといつの間にか背後の椅子へザロフが座り込んでいてそれがまるで魂の抜け殻のように2人の背中をきょとんと見つめている2人がいぶかって尋ねるとそれでやっと意識が戻ったらしく彼は濁った光のない目を上げて苦笑した実は今、 あの晩とそっくりな出来事が起こったんだ。あの部屋がまた、不思議な侵入者にやられたのだよ。なんだってホウは驚いて飛び上がった。ヘッタの部屋にこの絵をつけたってことは、つい昨日君から聞いたばかりだぜ。そうなんだ。 それにもかかわらず、十時半ごろから今方までの間に、僕が外出した隙をやられてしまったのさ。問えつけた兵も、窓の外で張りバンさせたのも、二人とも知らんというしね。すると、誰だね、今度の被害者は。死体はないんだ。その代わり亡くなったものがある。君らは、 ベッドの裾の方の床に微暴録を兼ねたセルロイドの卓上暦が落ちていたのを覚えているだろうあれが見えないのだところが浴槽の中にそれが焼き捨てられている日付数字のところを上から突き砕いてあるが丹念に剥がしながら数を調べてみると31枚あるはずなのが30枚しかない 夫人に聞くと全部揃っていたというのだがね。残りの一枚が犯人に必要だったってわけですな。ヤンシンは静かに唇を噛んだ。それもきっとあの時表面に出ていた一枚にそういないよ。日付の数字は忘れたけれど、確かあれは黄色だと思ったがね。 ザロフはい々しそうにキリキリ音を立ててはがみしたそうなると彼らは真っ昼間幽霊を背後に感じているような一種異様な恐怖に襲われたと同時にそれが言いようのない侮辱であると思われたまるで風のように出没して鼻を沸かした犯人がどこかの隅で不気味な横手を刺して いひひひひと嘲笑しているような姿がまざまざと脳裏に浮かんでくるのだ僕は犯人が多分それを話すまいと思うよ方がすこぶる興味のある推定を言ったというのは病族にこういう迷信がある犯行後現場に再び忍び込んでそこにある品物を何でも一つだけ持ち去ると 犯罪は永久に発覚しないと信じられてるんだよ。それから黄色がキャツラの演技色なんだがね。おお<う>。ザロフはしばらく考えた後で。では、女たちに含ませて兵士の着衣をいちいち秘密に探らせてみよう。屈辱だが、もうやむを得んよ。 すると女どもを集めて言うのかいいや我々5人が命名一人一人にあたって座談的に伝えるのさそれで報酬を条件にしたらおそらく秘密の漏洩はないと思うねこうして不思議な犯人の捜索域ががぜ館の内部から離れてしまったというのはザロフが示した時間によって 今までの関係者5人全部にそれぞれ完全なアリバイが成立してしまったからであるところがその翌日の午後さらに驚くべき出来事が突発したテイが犯人を指摘したのであった三時の保証交代が済むとテイはザロフの部屋に呼ばれていったがその時ザロフはすこぶる不可解な態度をとった 元来少しも存在癖のない彼であるがわざわざ帝を呼んだにもかかわらずいつになっても要件を切り出そうとしないそして部屋の隅にしょんぼり突っ立っている帝を忘れてしまったかのように悠々地図の上でコンパスをひねり回しているまた一方の帝はこれという落ち度を演じた覚えがないのでこう妙に落ち着かない存在になってしまったけれども 別にそれを気にかけるでもなくただ手持ち無沙汰のあまりぼんやり生外を眺めていたその時時刻は昨夜同盟を夜襲した部隊のちょうど五水時に当たっていたので先人の日中には珍しく物音の死に尽くしたような静けさだったじーっとかすかな耳鳴りがするそれを聞き取れるほどに邸は シジマの中へ沈んでいったさてこうしているうちに毎日王の偵察機が帰着する3時半になるとその日も時刻をたがえずクマバチのうなり声みたいな鈍い爆音が聞こえてきたといきなり帝が血相を変えてわめき出したのである「指揮官!」あの男です 薄い藍色のパジャマを着てヘッタさんの部屋にいたとザロフの右肘を固く握って凶器になったようなテは慌てて口がきけないようになりググググっと妙なきつ音を立てながらを指さすのだところがその時偶然であろうかのっそり窓から首を突き出したのが白い品服を着た方であった。 がザロフはこんな切迫した事態にもかかわらず微笑を含んで頬に言ったねえ頬くん今この窓の外を右手から通ったものがあるそうなんだが君は見たかねだが一体それは何者だい頬はオウム返しに問い返した僕は今妙にかんばしった声を聞いたのでそれで引き返してきたんだが。 それがライトブルーのパジャマを着た男だとこの手が言うのさつまりヘッタの下手人だよたわけ頬は真っ赤になって手をにらみ据えた今ここを右から左へ通ったといえば俺より他にないぞそのどこがライトブルーだなぜだろう現実この目に ライトブルーの服がああも鮮やかに映ったのに早変わりそんな気がちらとしただけで手は混迷から抜け出すことができなくなってしまったそしていつまでも放心した手で立ちすくんでいた6暗号と心理試験 実は今までも今日みたいなコンディションを狙っていたのだがね偵察機が帰着する3時半前後が大部隊の護水で瞬間としてるなんて全く願ってもないチャンスなんだそれでかねがね気になっていた実験を罪な話だけどやってみる気になったのだよザロフは頬の興奮が静まるのを待って口を切った罪な実験って それでは、君がテにあんなことを言わせたのかそうじゃないよ。まあ、終わりまで聞きたまえ。というのは、多分君は気づかなかったろうが、テのあの日の陳述の中に、一箇所致命的な矛盾があったのだ。君も知っての通り、帝は自分の網膜にライトブルーが映ったのは、ほとんど瞬間に近い時間だと言ったね。 それを分析したからこそ僕に実験の必要があったのだよ。で手の目に映った時間を推定してみると通例11秒以内で走る1 0 0メートルランナーの 1m の差は約10分の1秒なんだからごく十分に見積もって仮に5分の1秒としよう。ところが愛のような色彩広角は5分の1秒では。 人間の網膜に飽和した色覚を残さないんだよ。つまり、テのいわゆる鮮やかな色というのを見ることが不可能なんだ。またそれからテはライトブルーを明るい場所で見てから間もなく、僕のイゴールの混じりっけなしの白をはっきり知覚しているのだから、高度の強い色彩から起こる残像がないというのも、 これもまたすこぶる不可解な話じゃないか。けれどもホー君、あの善良な海南島の男は決して嘘を言っちゃいない。実際見た通りの真実を僕らに話したんだぜ。すると、その時間では全然法話の不可能な色を手はどうして見たかということになるがね。 まずその訂正は不可能だろうと思うが。ところが、その解決がある一つの法則につながっている。で、それを定が証明するか否かが問題なんだよ。まったく人間の世界ではこれ以外には絶対にないのだが、万一成功すれば残像の疑問も同時に解消してしまうのだ。 けれどもそれが千万に一つ、いや、それ以上希薄な存在を狙わなければならんのでね。だから、幸いこうしてテが証明してくれたからいいようなものの、僕は実験の結果を見るまでは点ですじほどの期待さえ持っていなかったよ。ところで、それはフェッヒナーなどの、いわゆる幻覚的聴覚指揮官なんだ。 確か、方はすかさず言った。音を聞いて指揮官を催すという変態心理現象があったね。うん、そうなんだ。脳髄の中の一つの中枢に受けた刺激が他の中枢に染み込んでいくからだよ。と、ザロフは軽くうなずいたが。けれども、ごく稀に、 そういう共感現象で指揮官の幽霊を踊らす人物が出てくるんだ。それには物音のない静かな環境と音響が単音の場合とこう二つの条件が僕の今言った不思議な脳髄に揃わなければならんのだがそうすると無形の情緒だけだった指揮官がはっきりと外形化される。 そしてその建像が不規則な塊や非科学的な輪郭で網膜に移ってくるのだ。ところがホー君、僕の実験で、そういう心のシャム兄弟が、帝の脳髄から見事摘出されたんだよ。うん。それですると、帝の視覚に起こった矛盾は言うまでもない。もちろん、うなり声。 指揮官の現像となった時にパジャマの背が目に映ったからだがその時偶然にも重なり合った2つの輪郭がほとんど符号したということは結果から見ても明らかじゃないかそれから指揮官に現れる色は主に幼い時の情緒連想が多いだから潮なりに似た音響でライトブルーが現れたのは帝の海南島時代に原因があると思うね。 しかし残像の疑問はところが聴覚指揮官の幻想は残像にも対比にもありとあらゆる降角上の約束に束縛されないんだぜ。だからあの時も残像に妨げられず犬を見分けることができたのだよ。なるほど。それで今度はその音響が偵察機の爆音だったってわけだね。 方は率直にうなずいたが、するとテの見た色が幻覚だとすると本当の色は一体何だったのだろうかそれは絶対に分からんザロフは無造作に首を振ったがただそれが白かあるいはほとんど白に近い単細のものだということだけは断言してもいいと思うね。というのが イゴールの首輪なんだよ。実を言うと後で調べたことだがあの晩イゴールはよっぴてつながれていたんだつまりテイが見たのは格好がよく似た白い野良犬だったんだ首輪をつけた犬といえばこんなへんぴなところではおそらくイゴールの他にはあるまいよ。にもかかわらずどうしてテイはありもしない首輪を見たのだろうか そこにパジャマの色を幾分分からせた理由が潜んでいるんだ。で、それというのは、パジャマのどこかに幻想と符号しない部分が細い帯状で残っていたからで、その残像が偶然白い犬の首に落ちたからなんだよ。おそらくその部分に低の注意が及ばなかったのだろうが、残像だけは絶対に正直なんだ。 それに元来残像というものは最初は原色と同じだけれどまもなくその補色に変わる性質を持っているつまり紫と緑青と大々という具合に混ぜると灰色になる正反対の色に変わってしまうんだだからテが犬を見るまでには十分補色に変わっていたのだからパジャマの真実の色はそれを裏返しにすればいいわけだろう それで、白か炭鉱という回答が出てくるんだよ。なるほど。素晴らしい名札だが。と言って本は、言惑をのけるような強い表情をした。しかし、事件の展開にはもう何の役にも立たんよ。今になって故障門の計算違いを正したところで、肝心のライトブルーに関係のある僕らは、 昨日で容疑者の圏内から離れてしまったんだぜ。その時、ザラフの唇がほころんで、傍若無人な笑いが走り出した。彼は顔をしかめながら。君、あれを本気にしているのかい何瞬間に長老されたのを悟って、本は半分怒りを混ぜた表情で相手を見た。 いずれ犯人でなかった人たちには謝罪するつもりだが、実は、あれが僕のトリックだったのだ。実際言うと、卓上暦は一枚も盗まれてやしないし、浴槽の中で焼き捨てたのも僕の仕業なんだよ。ザロフはすぐケロリとなっていった。ところで、僕があんな真似をした理由を言うと、それは、 犯人の推定を全然反対のアングルから確かめようとしたのだ。つまり、給与の一作だよ。例えば、定に行った実験が成功したところで、それだけでは、ただ歪みを溜めて白紙に戻しただけの話だろう。到底、あの身辺不思議な犯人を、影の匂いさえ抑えることができやしない。だから僕は、 思い切って軌道を選んだ。僕自身はわざと忘れたと言ったけれども君たち4人はあの卓上暦を何度か見ているのだから開かれた1枚の日付数字を記憶しているだろうしかしその中には忘却もあるだろうし無論正確さは保証の限りではないいや人間の記憶なんて一致しないのが当然なんだよで そこを狙って僕が試みたというのは、君たち4人が、命名女たちに言った日付数字の中から、犯人でなければ見ることのできない数字のプロフィールを発見しようとしたのだ。平面な数字に、プロフィールは少し変じゃないかいや、僕が集めたものを見ればわかるよ。君と夫人は、 ただ黄色いセルロイド紙と言っただけだが「王」は「11」「陽」は「24」という数字を口にしたところが「8」と言ったのがヤンシンなんだこれなんだよホウ君数字のプロフィールというやつはほうはびっくりしてたばこを取り落としたそれはこういうわけなんだ ザロフは息もつかず続けた。君も知っての通りあの卓上暦はベッドの裾の方の床に落ちていたのだから誰でもそれを俯瞰した姿勢で見たに相違ないそうすればこの正確な記憶はあくまで3でなければならないしかしそんな超人的な記憶は到底望まれない話なんだから今度は それに想想像や連想が働いた場合を考える。すると夫人が部屋をヘッタに渡したのが11日だしヘッタが死んだ夜が24日だから王と陽の場合はそれに該当するものとみて差し支えあるまいところがヤンシンが8と言ったについてはすこぶる疑念を挟む余地があるねえホー君 の目撃団で男女ともベッドにハス向かいに横たわって窓の方を頭にしていたことが分かったはずだするとその位置から落ちていた卓上暦を眺めたとしたら3の字の左側の切れたところが視野から外れておそらく8に見えやしないかと思うのだがねたとえ犯罪行為であるにしろ くすぐるというような至極ユーモラスな動作を行っていた時のことだから、卓上暦に目を留めるくらいなゆとりは十分あったに相違ない。また場合が場合だけ、その数字の記憶は焼き印を押されたも同様だったろうと思うね。それで、まず虚偽のアリバイを僕の方から作っておいて、ひとまず君らを安心させておき、その器用をついて、 こういった心理試験を行ったのだよなるほどだがここに重大な反証があるホは椅子をいと進めて、ヤンシンのパジャマは粗めの白い縞物ものなんだぜそれなら問題はない第一、ハレーションが考えられるねまたカビ臭い探偵小説のテクニックだけれども 戸の水平になった山が太い島と一致するような場合もあるだろうそうしたらホウ君一体何が見えるかねとザロフが外貨を上げた時扉の外に慌ただしく去っていく足音が起こったホウが柳輪に立って扉を開いたが廊下には人影もないがそれからわずかな糞尿が過ぎると どこかでパーンと銃声が響いたと王がコンビネーションのままで飛び込んできたヤンシンシが、自殺を、夫人の部屋でです。現場には顔色を瓦け色に変じた夫人がそれでも冷然と突っ立っている傍らに左のこめかみに無残な弾痕を表したヤンシンが椅子の中へくたくたに崩れ落ち 顔面には臨終の痙攣が起こっている。夫人は鋭い動きで言った。ザロフさん、あなた何かヤンシンを罠にかけましたね。今も突然飛び込んできて、自分が犯人でないことをあなたに告げてくれ、と言うが早いか。この手たらくです。何もかも、万になってから申し上げましょう。 ザロフは明るい顔で言ったその時一切のの解決がつくのですその夜は日没頃から風向きが変わって気温が下がり沼の方からもうもうたるガスが襲ってきたそれは夫人の部屋の扉を開いたザロフの姿がしばらく見えなかったほどに猛烈を極めていた しかしその夜のザロフは兵素と違って全身に清掃な気力がみなぎっていた彼は挨拶もそこそこに切り出してまず自分が試みた心理試験の結果を話しさてそれから「無論確証というわけでもなくまたヤンシンの記憶上の錯誤と僕の思想とが偶然一致したのかもしれませんが仮にもヤンシンに不幸な暗号が現れたからには」 それをあくまで追求しなければなりません。ねえ、ヤンシンが自殺したので、あなたにお尋ねするより他に方法がなくなったのですが、あの部屋には確か秘密の通路があるはずですね。秘密の通路夫人は驚いて叫んだ。そんなものを、まあ、どうして私が、 その第一があの部屋のドアにあるマンドラゴーラの浮き彫りですザロフの態度はまるでカツラをつけた宝冠のように厳粛を極めていたなぜあんな不吉な花をつけたのでしょうかご存知の通りあの植物はアトロピン類似の毒草でこの国では朗読と言われていますしまたドイツでは 公州代に吊るされた罪人が漏らす尿や精液から生え出すと言われているんです。で、それが、取りも直さず、あの部屋にある何者かを暗示しているんじゃないか。私にはそう思われるんですが。それから、こんな壁地に住む外国人なら、何より土肥の危険を考えるはずですがね。それで、奥さん。この二つが、 私に妙な思想を起こし来るのですよ。でなくとも、根本の理由というのが、この事件の発生形式です。あの不思議な侵入は、奇跡でさえなければ、結局隠し度で解決するより他にありません。もっともぐるりの反響は調べましたが、それだけでは到底腑に落ちないのです。すると、ご自身の敗北がお分かりになったのですね。 夫人は皮肉な微笑を浮かべた。苦しくなるとよくそんな妄想が出るものですわではあなたがどうしても知っていなくてはならぬという証拠をご覧に入れましょうザロフはずるそうに笑ってポケットから一葉の写真を取り出したそれには三重格好で 人品のあまりよくないエストニアあたりの農夫らしいなりの女が一人の幼女を膝に抱いて写っていたその裏にはイルマ・オルンドラーケ・キビーとしたためられてある多分この夫人の名であろう何ですの夫人は何気なく言ったが妙に引きゆがんだ笑いが片方に浮かび上がってきた あなたから拝借した教文の断片がこんなものを生んだのです。あれは暗に相違せず暗号でしたよ。そしてこの写真にもまた秘密な解釈が含まれているんです。誰ですかこんな女は私知りません。夫人の声には長老するような響きがこもっていたが。けれども、どうしてこれをお手に。 それには暗号の解読から始めねばなりませんが。ザロフは例の教文を取り出して卓上に乗せ、手のひらでゴシゴシシワを伸ばしながら、これは仏説間無料授業の一句なのですが、原文とは少々異なって二三過筆したところがあります。しかし大体において亡くなった教授は、 この文章が自然のままの暗号であるのに気がつかれたのでしょうつまり作った暗号というよりも本質的に発見した暗号だと言えるのですところでくだくらしい苦心談は抜きにして早速解読してみますとこういう具合に解けていくのですよそしてザロフは一時一時を次のように斜線で消していった まず見たところでは同じような数字が2多にあるので、それにどうしても惑わされがちですが、こうして同じ字を全部消してしまうと、あとは音読にちょっとした苦心がいるだけで、それで残った文字は、仏、主、一、ゅ、い上じょう、ぼとなりますが、 それを音読の同じ文字に置き換え、それから「手」「一」という二字を一つに合わせ「正」に作り上げてしまうと結局次のようになるのですするとそれを逆さに読めばその上に「食楽院」と「常文上昇物」という2つの固有名詞が発見されましょうつまりこの写真は食楽院にある3体の仏像のうちで 常文上昇という点額がかかっている一つそれから仏種1とある通りでその開いた方の手のひらの中に隠されていたのですと暗号の解読が終わったにもかかわらずザロフは間を分かずに言い続けたそこで私はこのキビーと署名のある写真を見た瞬間にこれは二重暗号ではないかと考えたのです いわゆる小持ち暗号というやつで暗号の中からまた一つの暗号が飛び出すという仕組みなんですよ。なぜならイルマ・オルンドラーケ・キビーというバルト的な名から私は奇妙な発見をしました。というのはそれが四つの花の中から成立しているんです。すなわちヘッタの部屋と その周囲にある四つの部屋の扉に掘られてある、便所のアイリス、カキツバタ、集合所のオーチット、ラン、空き室のアイビー、ツタ、ヘッダのお部屋のマンドラゴーラ、マンドラゴーラ、と、以上の四つなんです。 それでこれを解剖してみれば私が目を見張った理由がお分かりになりましょう実にこうなってしまうのですけれども私はせっかくここまでたどり着いて行き詰まらねばなりませんでした単純に考えただけでも文字が半分しかないのや二つに分割されているのやまたその上交尾を書いているのなどが一体何を意味しているのだか さっぱり検討がつかなくなりました。まして、それを図面的に配置してみたところで、四つの部屋の間の気結点が見つかるお通りがないので、とうとうサジを投げてしまいましたよ。しかし、それが暗号であるということだけは、すでに妄頭も疑う気にはなれません。それで奥さん、僕にこういう物質つけな想像が起こってきたのです。 たとえあなたが暗号のことは知らなくとも、その回答だけはとうにご存知のはずだ、と。まあ、滑稽なおとぎ話ですこと。その名は三つともフィンランドやエストニアあたりにはあることですわ。夫人はおかしさを耐えるように顔をしかめていったが、でもそうおっしゃるのは、 まんざら単純な想像だけではございますまいねもちろんですそれについてお尋ねしますが先夜あなたは地下室のボイラー場にあるオルガンでマーラーの子供の死の歌を弾いておいででしたねその時23回目あたりからどうして不評を無視した弾き方をなさったんです一人の手を取って教えながら弾いたからですわ 他人の手を握ってやることですから自分の思うようには参りませんですけれどなぜそんなことをお尋ねになるんです思い切って明助けけに言いましょうザロフは乾いた唇をペロリとなめて指先を神経的に震わせたもろん、お怒りになられてもやむを得ませんがあなたが店舗記号を全然度外視したというのは それが一種の音響通信だからですつまりヤンシンとあなたとの間にヘッタの殺害についてあらかじめ打ち合わせが済んでいたのですそれでヤンシンは部屋の位置が一番近いのを利用してあなたから送られる音響信号を聞き取りそうしてヘッタの部屋から王が出たのを知ったのでしょうまぁ、あ なんという。夫人は呆れたような深いため息をついたが冷ややかに相手のお顔を見たまったくあなたは今夜頭の調子がどうかしていらっしゃいますわ初めて8000歳のガスにあったというお話でしたがあれはそんな有毒なものではございません確か負担があまり重すぎるのでそれから起こった自家中毒のせいでしょう とにかく、冷静に私の言うのをお聞きくださいまし。で、ね、何より最初に申し上げたいのは、ヘッタもヤンシンも、つい10日ばかり前には、全然路傍の人だったということです。そして、あの人と私とは、いずれ何日かの後には、また元の関係に戻らねばならない運命にあるのです。そういう風の気まぐれで偶然一緒に集まったような人間同士の間に、 どうして殺人の動機が生まれましょうそれからザロフさん、あなたはありもしない秘密の通路を持ち出して、とうとう民室に卑怯な目隠しをなさってしまったのね。一体あの笑い声の謎はどうお解けになりましてその二つをもっともっと苦しんで解決なさろうとせずに、イージーな軌道を選んだ。それがいけなかったのです。 ヤンシンを破滅させて。部分的には成功したでしょうが、今夜のことはあまりに同和じみた独断です。つまり、ここまでがあなたのマキシマムなんでしょう。けども、最初のうちあなたがペダンティックな推論を振り回していた頃には、もしやという期待がしないでもなかったのです。それで235注意したこともありましたが、 ヤンシンを犯人に陥れたことがわかると私は失望のあまり力が抜け果てたような気がいたしました。ねえザロフさんあんな野蛮な判断とひどいトリックが効果のあったのはそや宗教裁判前期のことですわ。もっとも責任上解決の形式だけはまとめなければならないあなたの立場は私にもよく分かっておりますの。 けれどもそういう気持ちよりかも犯人に征服された間の悪さを隠そうとして何とか格好な言い逃れを作ろうという方が現在のあなたには多いのではございませんかねえ確か当たったでしょうついに講師転倒したザロフは真っ青になって震える唇をかみしめていたが夫人は もてあそんでいたペン軸をポンと放り出して。つまり、歩道を越えた火遊びをなさったからですわ。減ったを自然死のままでそっとしておけば、万が一にもおけがはしなかったでしょうがね。無論、これから先は私の領域に違いありませんけれど、こういう時期の来るのが私には塔からわかっていたのですわ。そこで、昼間あなたがおっしゃった言葉を、 もう一度私の口から繰り返しましょう。今度は何もかも明白になりましたわ。と言い放ってから死闘をドアに向けて。もうお休みになったらザロフさん。そうして、ついに最終の解決が到来した。七 主の悲劇翌日の昼ごろ占領した豚舎にザロフが着くとテがあちらで渡してくれと夫人から頼まれたと言ってザロフに一通の封書を手渡した封を切った瞬間彼はクラクラとよろめいた実にその紙切れからは「完全犯罪を宣言する」 陽気の交渉が響いてきたのである彼にとって初めての敗北だったザロフ様昨夜は女だてらにない思い切ったことを申し上げてさぞかしお怒りでございましょうけれども私の吐いた大言相互にはあながち根拠がないわけでもないのです 私が必ず解決してみせると豪語したのはどんなアホでも自分のしたことに分からぬことがないというとおりで実はヘッタの下手人がこの私だったからですしかしあまり分かりきった理屈というのはかえって見つからないものですまたたとえ気づかれたにしても 私には何の恐れる必要もありません。なぜなら私の成し遂げた犯罪はあなたの無双さえもできない殺人史上空前の形式だからですでは筆を追って私の犯罪がいかにして行われたかまたそれがいかなる動機によるか簡単に書き記すことにいたしましょう 実を申しますと私が地下室の調子の狂ったオルガンで弾いたマーラーの子供の死の歌はヘッタに向けた悲痛な晩歌であったと同時に恐怖すべき殺人具だったのですといったのみでは到底お分かりになりますまいあるいは音が人を殺すとでも考えて殺人音波の類いをご想像でしょうが 事実はごく簡単な装置でオルガンから飛び出した道化師がヘッタを殺したのですまた笑わせもしましたまずオルガンの最低音に当たる2つのパイプに芝生で使う四つ股のゴムホースを取り付けてこれを浴室に通ずる相油管と連絡させましたそれから残った2つの仕管は オルガンの内部に隠しておいたある2つのの装置に連なっていたのです。その一つは第一酸化窒素すなわちラフイングガスもう一つは生果水素の発生装置でした大体いいこの二つのガスはすこぶる簡単な装置で発生するものでして生果水素はご承知の通りラフイングガスは 硫酸アンモニウムとチリー小石の混合物に熱を加えればよいのですそしてこれらの仕掛けのうちで外側へ露出している部分には布類や雑貨具等を使って全部巧妙に隠蔽しておきましたところで私はそれをどう扱ったかというとまず毎夜の例にかこつけて下女をやり あの部屋の様子をそれとなく探らせましたが果たしてヘッタは泥酔しているし王さんがちょうど今部屋を出たというのでいよいよ犯行の第一階段を踏むことになりましたそれで手始めがラフインガスの発生装置にあらかじめ点火しておいたアルコールランプを近づけることでしたがそれは 前もって距離を決めておいた糸を足で引いて難なく成功しましたそして一人の女の手を持ってスコアの符号を押しながらひそかに片手の方でラフィンガスに当たるキーを押して笑わせる機体を押し出したのですつまりペダルとキーがポンプの役を務めたというわけですがここでぜひ見逃してはならぬことは オルガンの便から金属音、それからホースから浴槽までの長い道のりが一本の長いパイプに貸してしまったということですすなわち便によって発生した音響ははるばる浴槽まで行ってそこの壊れたネジを通りかなり低い位置につけられた蛇口の端に至って そこで初めてラフインガスを放出するとともに、そのキーに定められた音響を発したのです。従って、私が余計に一つ押しているキーの音は、周囲の女たちには絶対に聞こえません。と、そこまで言えば、なるほどとガテンが言ったでしょう。ヘッタの強症の原因も、 それからウフフと聞こえた男の含み笑いもそれが実に早く小刻みに押している低音キーのオルガンの音であることがさてこうして浴槽の水面より低い蛇口から断続的に這い出してくるラフィングガスは空気よりも重いのでたちまち水面へブクブクと浮かんできてそこにたまってしまうそれが 後から後からと起こる早期のため床上に吹き落とされて拡散を始めついにあの凶傷を起こさせたのですがそれはいわば犯行の予備行為であっていよいよ最後のとどめを刺さねばなりません私はまずオルガンの調子を直すと言って中に上半身を差し入れて用意のマスクをはめ 密閉した装置の中で青果水素を発生させましたあの空気よりも軽い気体はみるみるパイプの中へ上っていきますそこで今度はそれに当たるキーをごく緩やかに長く次に不要になったラフィングガスのキーをそれより幾分短めに強く押してそれが例のうなり声に当たるのですが 音とガスをわわる変わるに送りました。ところで今度はなぜ干潮音を用いたかというにそれは浴槽に残った石鹸水から酸化水素によってシャボン玉を作りたかったからです。というのは無益なしかも場合によれば事前発覚の恐れがある酸逸を防ぐのと 緊張な量で一滴粉砕の効果を上げるためにヘッタの鼻粘膜に触れるまでは外気から遮断しておいたのともう一つ自由な不動性を与えたいからでしたまた男の含み笑いとうなり声の擬音を起こしたのでもう効果は十分とも思われましたがなお念のために 侵入者のの存在をヘッタの声でで確実にしたかったかかっらです。なぜならパイプの切断面に比例して相当大きなシャボン玉ができるはずですからその一つがうなり声の風にあおられてヘッタの眼前に転がっていった時ヘッタの水眼は眼球に映った自分の顔を見て必ずや錯覚を起こすに違いありません。 そうして何事か叫ばずにはいられないでしょう。案の定、それがケネムリックという玉形の顔をしたウィッチの名で現れたのです。で、万事筋書き通りに運ばれました。果たして、生活水素のシャボン玉は、ヘッタが驚いたずみの強い息で膜を破られて、死体とあのシャボンの跡を床に残したのでした。 無論それには絨毯の繊毛とヘッタの石せっけん浪費癖とが預かって力あったのですが松ヤニを釜の中に投入したことも構成要素の一つだったのです完全犯罪それは言うまでもありませんが一面感傷的に見ても十分芸術としての最高の殺人と言えるでしょう 人を殺すリード。なんと女性らしい、切々たる余韻をお聞き取りください。しかもそれと同時に完全無欠なアリバイを作ったばかりでなく、超自然的な侵入者の存在を確認させて、事件を迷路に導いたのでした。ところで、こうわかると、

突然動いて裏返しになると今度の違った輪郭に幻想が偶然符合してしまったからですそれでもあなたが聴覚色覚幻想から一歩も踏み出すことができなかったのはケネムリックという懐疑的な人の言葉と男性の擬音とがやはりこういうべからざる障壁だったのでしたねさて 続いて犯罪動機に移りますが動機においてもこの事件はおそらく犯罪史上に類例を見いだすことはないでしょうあるいは10年後の社会では犯罪ではなくなるかもしれませんというのは一つの神聖な理想が法の拉致を超えて実現されたからでそれはユーゼニックスなのです 永遠に救うことのできない種は絶滅させねばならぬ。こういう信仰が私のみならず良心的な医学者の胸には一様に火のごとく燃えているのです。例えば合衆国の十ク一族、イシュマエル一族、シチリアのツイ・オマラーの一族のごとき、犯罪、主乱、怠惰、陰落、自得的貧困、 悪性神経病等の悪徳を代々伝える血統には、ぜひにも外科手術による虚勢を叫ばずにはいられません。するとザロフさん、ポーランドのジュークであるミュヘレッツェ一族の最後の一人が、偶然私の前に現れたのです。言うまでもなく減ったでした。しかし最初のうちは少しも積極的な意思はなかったのでしたが、 ふとあの女を診察する機会があって、その時私は、忌むべき妊婦力を見ました。賠償生活にもかかわらず、成功が頻繁でないのと、暴毒が完全なために、健全な人妻と異ならない旺盛な細胞が、生きた小魚のようにピチピチ跳ね返っているのです。 ですから一応はそれと言わずにヘッタを虚勢手術に誘ってみましたが彼女の無知な恐怖のために見事しくじりましたそこで私は神聖な啓示を受けたのです時代の社会のためにある重大な決意を致さねばなりませんでしたところがザロフさん運命というものはなんと皮肉ないたずらをするものでしょう 一つの悪形を絶滅せしめた私は、続いてもう一つが現れたために、今度は自分の心臓に歯を立てねばならなくなりました。父が残した暗号といい、私をこの土地に封書したことといい、皆私の体内を流れる血のためなのです。あなたが教文の暗号から発見した写真にある幼女というのは、何を隠そう このの私なのですそしてイルマという夫人があくまで父が隠していた私の聖母であろうとは実に呪うべき決刑ポーランドのミュヘレッツェと併称されるリトワニアのキビーこうして出現した第二の惑星にも私はヘッタに対すると同様の処置を取らねばなりませんでした。 しかしそうなっても不思議なくらい干渉が湧いてこないのです。性の執着は愚か、ヘッタの殺害に悪徳を負う必要がない以上、もちろん悔いもなければ良心の悩みもありません。すべてが学級として最善の結論に過ぎないと信じているのです。ですからこの書もありきたりの告白書などとは違って、 一編の完全犯罪報告書であることをご記憶ください。それから最後に申し上げておきたいのはヤンシンの自殺なのですがなるほどあの場合あなたの推理拷問が確かに一つの刺激にはそういなかったでしょうが死因はこの事件とは何ら関係のないことです実を言いますとヤンシンは 私がカロリンカス医在住当時の婚約者でして7年も音信を絶って私を探し求めるためにあなたの軍に加わってまではるばる南シナの奥地にやってきたのですしかし私はヤンシンの申し出を拒絶しました父が残した意志は私にとって何者よりも強く ほとんどそれには宿命的な信頼が置かれてあったのですから。果たしてヤンシンは絶望のあまり自殺を遂げました。けれども私はそれが眼前で行われたにもかかわらず、あの真っ白い旧世紀の幽霊が滅んでいくのにはまつげ一本動かす気になれませんでした。さて、私の報告はこれで終わります。 長い旅路を終えて私の肉体は何より心よい加水を欲しているのですがそれもできません。というのは三十四年の生涯を通じてただの一度も経験しなかったいやその機会を与えられなかったものを最後の一つしかない機会にこれから帝の節度で味わうとするからです。 諸女の祭壇に捧げられた聖職を今宵限りで吹き消しましょう。そして、明日は心臓の日を。では、幼稚に聡明な指揮官殿よ。さようなら。エリザベス・ローレル。ザロフは、 読み終わってもなおしばらくのうちはうっとりとして墜落感から逃れることができなかったそこへ夫人の急死が伝えられたではオルガンを弾いているうちにだね彼は死者を見て静かにそう言ってからペンを取り上げたそしてヘッタ・ミュルヘッツェ毒殺事件顛末 大きな見出しを書いた。